どうもこんにちは。お待たせ、また二次三次所属公式、なんか声の調子悪いな、公式美少女錬金術師ライバーのアンジュカトリーナです。こんばんは。昨日に引き続き、今日で3回目の逆転裁判となってる。なんか部屋暑いんだけど、この部屋ただでさえこもるんでね、夏場やばいんだよな。はい、というわけで今回は、前回の続きになるのかな、殿様、逆転の殿様の後編かな。3日目だっけ、3日目の裁判だったような気がします。ちょっとね、まあ、昨日のことなんで覚えててくれよ私とは思いながらも、まあ、念のためね、振り返りながらやっていこうかなと思います。よし、やっていくか。ちょっとね、もう記憶に残ってるのがキッズが可愛かった、キュータ君が可愛かったなっていうことと、千尋さんがまた出てきてくれたことと、うざたくっていう監督があまりうざいとかじゃなくてもうキモかったこと。で、まあそれから、あ、名前なんだっけ、プロデューサーさんね、がセクシーだったっていう記憶がすごいですね。よし、そう、なんかね、もう、そう、見てて思ったんだけど、この表紙に出ているキャラクターはもう全員出揃ったんですよね、前回ね。そうそう、もう全員出た。この人がプロデューサーさん、監督で、まあ、殿様と悪代官、おばちゃんに、スタッフさんとキュータ君と、まあ助手の迷いちゃんね。そう、もう全員出たから、きっとこの中に犯人がいるんだろう、まあ、きっとプロデューサーじゃねって思いながらの続きです。よろしくお願いします。3日目法廷、ほな始めていきたいと思います。なんか喉の調子が変わる。1日喋んなかったから喉の悪さに気づかない。では10月19日午前9時42分地方裁判所被告人第一控室。ちょっと始まったら、あの証拠とか見てね、あの状況を思い出しましょう。よし、いやー、確かね、明確な犯人が分かんないし、でっかい証拠というか、まあ、この人を守れるだけのものがないままね、ここまで来ちゃったんだよね。お話的には子供の番組、日朝っぽい番組の、あの殿様っていう人が悪役をマジで殺しちゃったよっていうお話ですね。で、この人が殿様の中の人。うん、さあ、なるほどさん、はい、さっきから、あ、てか今見れるじゃん、今見れる。じゃあこれで見ていきましょう。これがこれはいらんね。そう、これが悪代官の中の人で、そうやね、午後2時30分お昼の14時半に槍状の凶器で胸を貫かれる。で、その凶器がこれね、多分確定でいいんだよね、これ。そういうことでいいんですよね。なんかさすがに現代の技術でこれかこれじゃないかぐらいは分かるってことで確定でいいんでしょうか。ということで、これが殿様スピア。なんか一回折れてて、じゃあこれで殺せるんかっていう若干の疑問がある。ワンチャン言うてゲームだからさ、形状が似た別なものの可能性ないわ。あー、回収してない、ありがとうありがとう。忘れた。うん、あるんじゃないかと思ってるという始まり、始まりますって。ダメだ、ツイートしながら喋れん。始まりますじゃない、始まってます。よし、ツイッターでガク先輩がシャトレーゼに喜んでる。いいよな、シャトレーゼのさ、ごめん、ほんのちょっとの雑談していい？シャトレーゼの1個上のやつ出た、なんかお店あるよね、名前忘れちゃった。なんかシャトレーゼがやってるんだけど、もうワンランク上の、シャトレーゼって安くてうまいって感じなんだけど、なんかちょっと高級めなとこ出たよね。さあ、そんな話はさておき。そうで、凶器が殿様スピアでしょ。で、まあその殿様の中の人を我々は弁護してるんだけど、証拠としてね、そのスタジオ1っていう現場に向かってるその殿様の姿が映ってるんだよね、あのカメラにね。そう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 。で、なんかスタッフルームから、まあ、その殺人現場に行くにはここを通るしかなくてみたいなんで、そうそうそう、これが、まあ一つの証拠で、こっちなんだっけ、あーね、あ、そう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 、ここがスタッフエリアで私の弁護人が寝てたところで、殺人が起きたとされているのがこの第一スタジオで、でここを通るときに、カメラに撮られたって感じですね。まあでも殿様かぶってるし、うちの弁護人あって、弁護人じゃない、何被告人、何依頼人とは限んないよねっていう気持ち。で、
あと、あ、そうそうそう、あのスタッフルームに、スタッフエリアか、睡眠薬が落ちてたんだよね。そうだからこれで眠らされたんやないのって思ってます。うんうんうん、そうね。あ、そうで、そのさっき言った、ま、第二スタジオに実は人がいたんだけど、ここに木が倒れてて、当日ね、とある時間からこのどっちにしろ殺人現場まで行けませんでしたよっていう証言があったんだけど、でそれが何時だって、2時15分から4時まで塞いでたんだ。むずいよな、2時15分から4時、うん、殺人が起きたのが2時半だからね。うんうん、まあなるほど、まあなるほどです。あ、でこれで登場人物、これうちのね助手で、まあまあいいでしょう、あの検事、刑事、あ、これうちの守ろうとしてる人、殿様の中の人、俳優さん、ムカつくババア別に覚えなくてもいい、まあ警備員ね、でこれ亡くなっちゃった人、悪代官の中の人、殿様ファン、この子がね、そう、殿様が悪代官を殺すとこ見たって証言があるんだよな。まあスタッフの子で監督、あ、この2人がね、前回裁判でいなかったはずの2人ね、いないってされてたけど本当はいた2人、スタジオに似たやつらやな。多分この人だと思うんだけどな、多分ね、でも全然根拠もないの、わかんないな、どうなることやらといったところですね。マジでわかんないな、なんで殺したかもピンとこなくて、この人がその殿様のプロデューサーで、そう、あのこの事務所、撮影所をあのもう一回盛り上げた立役者らしい。でこの人監督ね、キモいあの見た目でキモいって言ってるんじゃないの、いや見た目って、いやそのベロ出してレロ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 ってしてくるのがキモいのまあそんな感じだよね。まああとは今の、ちょっと説明分かりにくかったかもだけど、今のをぼんやり覚えたまま見てれば分かると思います。ほなら、まあやっていきますか。やってればね、ちょっとうちも状況を思い出していくと思うので。さあ、さっきからなんでそんな険しい顔を、あ、いえ、ははは、なんでもないですよ。いやー、あの少年がね、そう、その少年がさっき言ったその殿様の着ぐるみが悪代官を倒すところを見たって言ってるから、それがね、ちょっと証拠として警察側に行っちゃったのがきついんだよなねえ千尋さん、うわ怖い顔、なるほどくん、あなたの依頼人は今ほとんど死にかけているわ。聞こえてない、大丈夫、それ内緒ねそういう意味で彼にはとても親近感を覚えるわね。悪い冗談はやめてくださいよ。今回はこちらに武器が全くないわ。そうなの、自信持って裁判所に入っていけない。でも煮干しさんが本当に無実ならば、私たちはどこかで見落としをしているはず。見落とし、この法廷でそれを見つけ出さなければ死人状、あ、そうそう、もう千尋さんっていうのがさっきいなかったと思うんだけど、迷いちゃんっていう助手のお姉ちゃんね、今あの高齢術で降りてきてます。そしたら胸も大きくなりました。そりゃ高齢術ですからね、胸ぐらい大きくなりますよ。うん、厳しい戦いになるな。はい、いやーね、ちょっともう一回、まあまあちょっと今回は誰の証言から始まるんだろう。前回はね、さっきちらっと出たおばちゃんも犯人としてありえるやろって言って引っかき回してどうにか延長させたんよなはい、法廷を改定します。検察側準備完了しております。弁護側も準備、ババ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 。では三鶴検事、冒頭弁論をお願いします。いや三鶴検事好きなんだよな。昨日の法廷で意外な事実が明らかになった。事件当日、A と撮影所には他にも関係者がいたという、監督とプロデューサーのことね。今日は彼らが事件には関係なかったことを証明したい。ああ、木が倒れたこと言うんだ。わかりました。個人的には第一スタジオで殺人が起きたんじゃないと思ってるんだよね。死体はそこにあったんだけど、多分第二とか別のとこで行われてて、その少年が殺人の現場を見たとは言ったんだけど、迷った結果見たって言ったから、第一じゃなかったんじゃないかなって思ってます。まあまあまあ、言うて私の憶測ですけど、まあやっていきましょう。あのプロデューサーが出てくるのかな。
最初の証人最初の証人宇財拓也を入廷させていただきたい。これあれね、あのキモいやつね、見たら分かる。監督が来たかひえここハートついてんの何なんだろうね。証人、名前と職業は？てんてんてん。なんだよ失敬だないや、なんで名前聞いただけやん。何が？僕を知らないのかよ。いや知らないよいやまあ監督って知られるのむずいよね。なんか私最初の作品から監督してること少ないわ。だいたいなんか、まあまりに良かったら監督見たりするけど、それでも覚えないかも。でまたなんか2作品目で出会ったら、あこの人前も見た人だになる。でやっと覚える可能性ある。監督だぞ、殿様は僕が作ってるんだぞキモいのだうざあ、え、ちょっと痩せた。え、小顔効果じゃんうざい拓也、監督してますテレビのあわあわ、圧には弱いタイプだ。え、証人は事件当日撮影所にいたんですね。はい。ふむ、ではその日のことを証言してもらいましょう。え、こいつのさ、なんて言うんだっけ、なんかあの崩れ落ちるシーンのことをなんか専門用語あるんだよね、この逆転裁判って。 なんだっけ、なんかあるんだよ、なんとかなんとか見たいわ、こいつが取り乱す様めっちゃ見たいなるほどくん、まずはこの証人の証言を崩しましょう。任せろ。煮干しさんが犯人でないとしたら、怪しいのはあの日コテージにいた人たちですから。いや間違いない。あそうそう、ブレイクシーン、ブレイクシーン、そうブレイクシーンって言うんだって。論破してうぐぐってなってること、あれめっちゃ見て。はい、いきなりプレッシャーだ。よしよし崩すぞ、泣かそうこいつのこと。もうレロレロできない体にしてやろう。事件があった日のこと。あの日は朝の9時頃スタジオに入ったけど、あ一緒に リハしてたんだもんね。午前中は新しいぐらいいっぱい出てくんのやめろなんかあ見たことないやつだって、ちょっと気持ちが上がるのもムカつくからやめてくれんか新しいグラ出してくんな。午前中はアクションの打ち合わせかな。なんか思ったより時間がかかっちゃったんだよな。あーね、これなくなった方やんね。お昼みんなはスタッフエリアでご飯食べたみたいだけど、ほんほん。コテージで会議があったから僕食べられなくて、この時点でもうコテージ第2スタジオの方に行ったね。会議は結局4時までやってたのかな。ずっと会議中は怪しい、誰も席をその立たなかったな。うん、そんなところかなビッパにするかもうビッパに寄せれば、キモビッパにしよう。可愛く思えるかも、ビッパの喋り方に寄せれば。ふむ、被害者の胃袋さんが殺害されたのが2時30分頃、その頃は会議中だったわけですか。では弁護人尋問を。はい、いやまあとりあえずさっきのあの誰もなんかどこにも行かんかったでのところ揺さぶればなんとかなりそうあの日は、え待って、そしたらどんな車両やったっけ、あれどんなんだったっけ、ビッパ、ビッパどこ、じゃビッパじゃなさすぎてビッパが出てこないあのえ待って、あれビッパ、ビッパ出てこない。あの日は朝の9時頃スタジオに入ったけど、あ、いけそういけそう。午前中はアクションの打ち合わせかなやめろこの顔、何老けて見えるねこれ。なんか思ったより時間がかかっちゃったんだよなちょっと嫌かもしれない。お昼みんなはスタッフエリアで、あ、ちょっともうちょっと揺さぶっていいか、ここはいいとして、じゃあこことか揺さぶってこう。あれ待って9がよいしょ、待ったスタッフエリアで、そうだよ、でも喋り方わかんなくなってきた。殿様んと悪大官じゃわからない、ビッパじゃないから出てこない。あ、え、決闘シーン、その打ち合わせ他には誰がいましたか。そういえば警備のおばちゃんがじっと見ていたな。胃袋ちゃんに茶色いっていうのは黄色だろ勝手に濁った色にすな。茶色い声援を送っていたよ。茶色い声援ね、他には誰も。うん、それだけ。わかんないハム太郎のはできるかも。なんか思ったより時間がかかっちゃったんだよな。
あー、こことか聞いてみるか。あ、てかなんで時間かかったか聞いてみるか。また。それはどうしてですか。知ってると思うけど、ニボシャボちゃんが足をひねっちゃって。あーね、あ、そうか、それで治療したって言ってたもんね。おかげでお昼食べ損なっちゃった。恨みいら。お昼ですか。はいはいはい。喋りに集中しちゃうからダメだ。あの普通にある程度こいつに寄せたキモいボイスで喋ろう。でみんな、そうね、ご飯ですか。メニューは何を。骨付きステーキだか。あ、骨付き、あ、出た、骨付きステーキだ。スタッフに焼かせてさ、レロレロレロ、ひえー、キモい。そういえばスタッフエリアに骨の乗った皿があったっけ。そう、コテージのお皿には骨なかったんだよな。骨まで食ったやつがいる。みんなは食べたということは、証人は食べなかったというわけだ。コテージで会議があったから僕食べられなくて。はいはいはい。何の会議してたんですか。じゃあ結局骨付きステーキは食べずじまいですか。そうなんだよ。え、ステーキはねんの場合は何食べたんだろう。普通にあれか、骨なかったのは別のもん食べたってだけなのかな。ステーキはね、ひどい話だろ。はあ、なるほどくん。はい。今の話どう、おかしいと思わない。え、あの骨付きカルビみたいなご飯があったこと、もうあれはもう骨付きカルビとしていいなら、コテージにあったんだよね、お皿。あれを骨付きカルビとするなら矛盾してるかもしれない。矛盾してるって言ってみようか。あれ、そうですね、確かに変です。監督、なんだよ。僕がコテージに行った時、テーブルの上には、あ、そうだよね、スタッフエリアと同じ皿が2人前ありましたよ。骨なかったけどね。あれは誰が食べたんですか。見た今、見た、梅代みたいに、梅代が乳揺れるようにこいつは頬肉が揺れるんだけど。見た今、見てほしい。 うがっ、いや、あの、そのどの、この よくわかったね。その恥ずかしいから言わなかったんだけど、食べたんだよね結局。キモい、キモい、マジで。骨付きステーキをですか。まあね、せっかくスタッフに焼かしたんだし、後で食べようと思って持って行ったから、コテージに。食い意地が張ってるな。え、でも骨なかったよ。で、いつ食べたんですか。会議中に1回だけ休憩。その休憩って、え、もしかして誰かが離れても気づかないんじゃないですか。その時にペロリと、カッコ汁やめろ、気持ちの悪い。アンジさん、誕生日、あ、33歳になった自分に一言ください。誕生日おめでとう、意義あり、くらえ。おはようございます。毎回こういうのを気づけるわけじゃないんで、スパチャイコール気づけるわけじゃないから、ちょっと今回あれなだけでお願いします。あの、次気づかなかった場合あってもごめんねって話。汚いな。でも待てよ、休憩を取ったとなると証言におかしいところが出てくるぞ。もう一度その辺を揺さぶってみるか。見ましょう。はいはい。会議は結局4時までやってたのかな。揺さぶっとくか。何の話をしていたんですか。殿様のこれからのストーリーと、あ、でも実際話せたっぽいよね。予算のこと、スポンサーの練習、連中、この僕に向かってさ、君の書くシナリオは子供向けじゃないね。あ、そうなの。だってなんかわかる気がする。あ、ちょっとスケベみたいなこと。あ、いた、あの、誰か途中で席を外したりしなかったんですか。休憩あったんでしょ。会議中は、誰も、あ、嘘つき、休憩あったくせに、休憩の外で食べてたじゃん。誰も席を、その、立たなかったな。はい、揺さぶろう。うん、一度も休憩を取らなかったんですか。いやー、この人の感じ、なんだっけ、姫様が浮かぶし、スケベなの浮かんだんだと思うんだけどな。違うのかな。多分そんな暗い系なんじゃないと思う。多分姫様、あの女の子をレロレロ、もう、 うちの迷いちゃんをレロレロ見回した結果、姫様が浮かぶならきっとそんな。あの窓まぎのあの人じゃない、きっとそんなグロいの浮かばなさそうじゃない、この人。どうなんだろう。
勝者取らなかったぞ汗がちょっと気になるけど、うん、決め手がないからな。待てよ、なんか引っかかるような。もっと強く揺さぶろう。ちょっと待ってください、監督、さっきあなたはこう言いましたね。休憩中にステーキを食べたと。そうだよな。はあ、ぽや、待って、胸も入れたわ気づきたくなかったけど、胸とお腹周りも入れなかった、いらないなはあ、どうなんですか。う証人、どうなんですか。まあ取ったかな、休憩。なるほど、くんよくやったわ。休憩を取ったならその間に、そうよね、スタジオに行けたかもしれない。何時頃取ったんだ。休憩時間について証言をお願いします。わかりました、では証人、証言をお願いします。ひぃく、な、なに、おいおい、な、何かあるのか。笑ってるよふぅ顔やめろそれ。確かに休憩は取ったけどさ、たった15分だよ。15分あればでもできること多いと思う。プスって出してわーって帰ってきたらええかんたった15分だよ。15分、第一スタジオで殺人なんてできるわけないだろう。第二スタジオ、あ、でも第二スタジオ人、そうか、第二スタジオで人を殺すには人がいすぎるか。確かにそうか。どうなってんだ、骨付きステーキ食べてるだけで終わっちゃうってあれ、そうか、今なんとなく第2で起きたんかなって思ってたけど、ん、第2人いっぱいいたよね。ほんま、私ならステーキも食べ終わらないでしょうな。私食べれると思うでは尋問を。食べるの早いんだよね、だからあの気をつけてゆっくり食べてる。休憩について、確かに休憩はもう揺さぶろう。はい、その休憩は、そう、何時に取ったんですか。そう、あの2時15分からは通れなかったみたいだけど、確か2時、2時半からか、2時半から15分だったと思うけど、2時半、事件が起こった時間だ。え、でも通れなかった時間だよ。第一スタジオで胃袋さんを殺害して戻ってくる、時間的にはなんとか可能だな。え、でも、いや、第一には無理だ、たった15分だよ。15分、さてその15分は何をしていたんですか。骨付きステーキを食べていたに決まってるだろ。確かコテージのテーブルには皿は2枚ありましたけど、まあでも他のお偉いさんもいたんでしょう、スポンサーとか。ああ、もう一皿は、え、あ、そうか、勝手に私、あの姫神さんは殺しに行ってる前提で話してたわもう一皿は、え、姫神さんが食べたんだ、プロデューサーね。あのプロデューサーか。そう、骨がない理由が分かんないよね。骨付きステーキを15分で食べるとはなかなか早い。やめろその顔、第一スタジオで殺人なんてできるわけないだろ。待った、どうしてですか。いや、分かってるよ、木が倒れてたんだろ。もう意味のない尋問はたくさんだ。裁判長、これまでの証言で明らかな通り、コテージにいた人間は今回の事件には関係ない。なぜなら第一スタジオに行くのは無理だったからだ。いや、でも事件は多分確定で第一スタジオでやってないと思うんだよな。どうなんだろう。何、なんかわざわざ血がね、その場になかったっていうヒントがあったのがすげえ気になるんだよな。それとも弁護人はコテージにいた人間が殺人現場に行ったというおつもりか。ふむ、どうですか弁護人。なるほどくん、ここは大事なポイントよ、よく考えてね。いや、行ったとは、ここ大事だね。じゃあもう私は行ったとは思ってないから、それは無理。場所が違うっていう路線で行きましょう。ねえ、それは無理だという、これですね。違う場所でね、なぜなら殺されたからなんですよここで認めたくはないけど、無理だと分かっていることを主張するわけにはいかない。確かにコテージの人間がスタジオに行くのは不可能です。はっ、いつものように考えなく突っかかってくるかと思えば、なかなか物分かりがいいな。いやいや、違うんですね。どういうことですか、三塁健二。簡単なこと。確かに、被害者が死んだ時間、コテージは休憩に入っていた。しかし、スタジオへ通じる道は塞がっていたのだ。なんでさ、これさ、林の中通るっていうルートは誰もないんやろうね。
キッズはさ林の中通って行ったわけやん。なんで大人はしない前提なんだろう。いいけど別に。サルマゲくんの首によって、その決め顔サルマゲくんによって微妙だぞ。これね、風で倒れてたんだよね。で撤去されたのが4時だっけ。つまり2時30分に休憩を取ってもあの道は通れなかったわけだ。サルマゲくんの首があったのだから。てんてんてん、本当はサルマゲド…ああ、うちも間違い気づかんかったで。サルマゲドンか。なんでアルマゲドンと一緒に合わせたんだろう。なんとなくだよねこれ。絶対に意味ない語感だよな。絶対ただの語感だけで言ってるわ。本当はサルマゲドンなんだけど、それにツッコミを入れる気にもならないな。以上をもって、え、待って待って、まだまだだよ、まだ、ちょ、違う場所でやってるって言いたいからね。この証人に対する質問は終了する。終わっちまったよ。え、え、これ大丈夫だよ、後ろの姿、え、後ろ毛長いんだ。お、え、え、今の私より長いよ。ロン毛なんだ。でも長いと楽だよね、結べるしね。え、待って、大丈夫だよね。では私の意見を申し上げましょう。事件当日、第二スタジオのコテージに数名の人間がいた。しかし彼らは第一スタジオに行けなかったわけだから、この事件には関係ないことを明らかに。違うねん、ちゃうねん、場所がちゃうねん。またこの殿様の写真ですが、体格から考えて被告人以外の人間は着ることはできない。いや、でもそれはそうなんだよね、それはそうなんだよね、そうなんだよね。あ、そのさっき、あの前日にさ、おばちゃんに罪を着せてみて、おばちゃんが釈放された理由は体格的に無理だからで、でおばちゃんが無理なら姫神プロデューサーも無理だし、で多分監督宇佐拓も身長とかなんかもろもろ無理なんじゃないかって思って。え、これさあ、でもや、うん、悪、胃袋さん、悪大官の人が着ていった可能性ってあるのかな。でも、でも先に向かってるもんな。一時のさ見てみたいかも。最初にその胃袋さんが向かって戻ってきたみたいな、ないか見たいかもしれない。ちょっとまあまあとりあえず進めてみますか。でも着ていく理由意味わかんないんだよな。まあいいや。あとはこの殿様が犯人であるというその決定的な証拠が、でもあの漁ってたらめっちゃさ、あの何、お相撲さんの服着るやつあるじゃん。体格をごまかすというかさ、上なんかあるかも。体格をごまかせるグッズが。いや、ないよな、ちょっとわかんねえこれ。まあ進めてみましょう。まあ決定的な証拠があればそれで決まるのですが、裁判長、当然検察側は、あー、これキッズじゃないか、キュータくんだろう。当然検察側は用意している決定的な証人を。三鶴刑事、決定的な証人とはどういう。彼は殿様が被害者を殺害した瞬間を目撃している。そうなんだよね。でもこうなってきたら意味が分かんないんだよな。じゃあ殿様が着てるの、え、どういうこと。分かった、悪大官が分身したか煮干しが殺したかだ。だって殺、そうだよね、殿様が殺してるんだもんね。ちょっと意味分かんないわ。ちょっともう進めなきゃ分かんないね。静粛に。分かりました。10分間の休憩を挟んでその証人に話を聞きましょう。それでは休憩に入ります。ほな煮干しか。え、そう、今なんか着ていくだけなら悪大感ができるぞって思ったんだけど、でも悪大感を、そうだよね、殿様が、そうだよ、わかんねえマジで。まあまあ第一控室。いや厳しいね。千尋さんどうしましょう。コテージの人間は事件には無関係ってことに。マジでわかんねえこの事件。ごめんね、なるほどくん。どうやら私の見込み違い。え、それは私の評価がってこと。そんな千尋さんが諦めちゃったら僕はもう、え、勘違いしないで。私は今まで諦めたことなんて一度もないわ。千尋さん、今の尋問で明らかになったのはただ一つよ。コテージにいた人間は、そうなんよ、行けなかっただけで、第一スタジオでやられてないっていう可能性が全然あるんだよな。私そこに何か秘密があると思っていたんだけど、そうじゃなかった。それだけのことよ。あの、僕どうなっちゃうんでしょう。いや、あの、まあ今私の中ではちゃんと2つあって、
悪大岩胃袋さんが実は双子だったか煮干しがやったか悪い煮干し、わかんねえなんだかもう法廷中の人がお前がやったんだってそう言ってるような気がして大丈夫です、あなたが無実ならば私たちは必ずそれを証明します。私たちに任せて堂々としていてください。殿様なんですから、あなたは。いやいいなあ千尋さん、は恐縮ですいやでも体格だけで言うと本当にね、じゃあ切れるのを胃袋さん、悪大官の中の人しかいないじゃんってなっちゃうからね。さあなるほどくん、頑張らないとね、殿様が大好きな子供たちのためにも。うん、分からん。そうだよね、結局そうだよね、ちょっと分かんないな、ちょっと見ていきましょう。うんうん、では審理を再開しましょう。検察官側としてはまだ幼く痛々な小学生を殺人事件の証人として呼んだ上、そこの弁護人に意地の悪い質問をさせたくない。嘘つきあの子本当は出たくなかったぞ、好きなこと言いやがって。しかしこうなっては致し方ない、証人として大滝久太少年を入廷させていただこう。かわいい、なんか台持ってきてあげなよ。裁判長、とりあえず証人に何か代をだよねそうですね、なんていうのこれ、警官でいいの、警官、みかん箱は中に何か詰まってないとズコーってなるくない、大丈夫、みかん入ってんの、あーちょうどよくなったね。うん、では証人、名前と学年を。だん、いや怖い、いやもう怖いな、怖い、このおっちゃん怖いな。なんだよ、大人だからって威張るなよな言ったれ言ったれ、変なスカーフつきやがってって、むぐぐだいたいいつも本当に名前聞くのうまくいかない。ダメよキュータくん、ちゃんと質問には答えるの。あ、お姉ちゃん好きだわ、マジでキュータ好き、急に屈託のない笑顔を見せるの好き。あ、お姉ちゃん、僕大滝キュータ、小学2年生です。先が思いやられるな。三塁健二、相手は子供なんですからもっとこう優しくするように。むあのそのどんどんそのやめて。うん、証人、いやキュータ君、なんか痛々しいな君はその事件のあった日、あ、ちょっと優しく言おうとしてるんだけど、かわいい、君はその事件のあった日撮影所に行ったね。言っちゃ悪いかよ感じ悪言っちゃ悪いかよ、その時見たことをその我々に聞かせてほしいな最大限の情報え、おじさんとそこの偉そうなヒゲのおじいさんに。お兄さんだ、ヒゲのおじさんですおじいさんは嫌だし、おじさんは嫌やったよな。やれやれ、ところで法廷内はカメラの持ち込みは禁、あ、そうなんだ、まあそうかだからあれか、あの法廷の映って毎回イラストというか画像、何絵だもんね、ニュースとか出るとき、カメラの持ち込みは禁止されているはずですが、カメラがダメなら証言しないって言われてしまったもので、特別に許可していただきたい。まあ撮らないから、子供と取引して、しかも負けるなよ。このカメラ、この間買ってもらったばっかりなんだぜ。へへ、鼻の下コスコス。デジカメなんやんな。まだちょっと使い方よくわかんないんだけどさ、最近はどこか行くときは絶対持っていくんだぜ。まだ使い方わかんないのかわいい。なるほどくん、あのカメラ微妙に気になるわ。やっぱり写真撮ってんじゃね？なんか気づかない間に撮ってるとか、実はビデオ機能があったとか知らないって言ってたから、なんかしらなんかなんじゃね？ちょっと法廷記録にファイルを作った方がいいわね。オッケーオッケー、キュータのデジタルカメラのデータをファイルした。買ったばかりでうまく使えないっていうのが一つ何かヒントな気がしますね。必ず持ち歩いているという。ではキュータくん、事件のあった日見たことを証言してもらいましょう。さあ、あった日のことね。かわいい俺一度殿様のリハーサルが見たくてさ、インターネットで地図を見て、すごいね、
だってみんな携帯もみんながみんな持ってるわけじゃない時代にだよ。ネットで調べていったのすごすぎ。パソコン使えるんだ。インターネットで地図を見てあの日撮影所に行ったんだ。警備のおばちゃんに見つからないように道の外の林を通って俺とにかくスタジオへ行こうとしたんだ。途中30分ぐらい道に迷っちゃったんだけど、スタジオのところに出たら殿様がいたんだ。はい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 、これは移動中のやつなんだ。俺嬉しくて見て、あ、嬉しくて見てたら悪人が出てきてさ、しかも悪代官じゃなくて悪人って言ってない？まあいいか。まあでもいや、そう、どっちにしろ殺してるから、まあ悪代官はこれ言い方か。殿様はもちろんその悪人を倒したよ。え、スタジオ内じゃなくてスタジオの外で殺したのか。え、てかやっぱりだからさ、いやそうそう、だからやっぱり第二スタジオだったってことでいいか。とりあえずあの第一スタジオのあの中じゃなくって、いやまあ言うてね、まあ、その後移動したまで追っかけたのかもしんないけど、いやそうじゃないだろうって思ったらやっぱり第一じゃないんだよな。もしカメラを持っていればシャッターチャンスだったよ。結局スタジオには入れなくてその日は帰ったんだ。なるほど。では弁護人、尋問をお願いしますが、相手は少年です。優しくするように任してくだっち。ぽい。そんな必要ないような気がするけど、いやまあね、見た目だけというか反応だけじゃ分かんないよ。案外キッズやったね普通に。うん、はい、事件があった日のこと。はいはい、俺一度殿様のリハーサルが見たくてさ、揺さぶろう。待った、そんなに殿様が好きなんだ。当たり前だろいいよこれ見せなくて。俺テレビは全部ビデオに、ビデオに録画してるし、デパートのショーも絶対に行くんだ。大したもんだね。遊園地とかにも行くの？当たり前だろ、俺のお父さん付き合いがいいんだからいいパパやね。お父さんか、大変な職業だよな。しかもこんだけ付き合ってくれるってすごい。仕事もあるだろうに、じゃ分かんないけどすごいわ。うん、インターネットで地図を見てあの日撮影所に行ったんだ。まあ揺さぶっとこうか。スタジオに行ったのはあの日が初めてだったの？実は何回か行ったことあるんだけどさ。いやそうだよね、そう、案外初めてなんだと思っちゃった。まだリハーサルの日に当たったことがないんだよ。いやまあいつがそうかまでわかんないもんね。警備員のおばさんはうるさいしさ。ほうほう、では続きを。言われなくても話してやるよ。人の話の腰を折るなよな。マジで弱い。警備員のおばちゃんに見つからないように道の外の林を通って、そう、ここ揺さぶったら犯人も通れるってなんないのかな。道の外の林？うん、あの撮影場山を切り裂いて作っただろ。だからちょっと道を外れるともう林になってるんだよ。まあ山ってすごいもんね、この木の感じ。なるほどね。それでさ、俺とにかくスタジオに行こうとしたんだ。まあ揺さぶっとくか。うん、スタジオに行く途中何か変わったことはなかった？変わったこと？例えばこんな猿は見た？ああ、サルマゲドンね。やっぱ知ってるんだ。そいつは見たけど首は折れてなかったよ。2時15分から折れたんだもんね。だから迷ってる最中どのタイミングでここを通ったかにもよるよね。結果30分迷ったらしいけど、スタジオにはすぐ行けたのかな。なんか2時に着いてとかで30分迷ってだったから、まあ2時15分までの間に覗いたらもしかしたらまだ倒れてなかったのかもしらんか。そういうことか、わかんない、また聞いてみましょう。途中30分ぐらい道に迷っちゃったんだけど、まあ揺さぶっとこうか。うん、林の中で迷ったの？そうだよ、もうどこに向かって歩いてるのか分かんなくて、しかもこの日サルマゲドンの首が折れるぐらい強風だったんでしょう。大変だったんじゃないか。スタジオの青い扉が見えた時はほんと嬉しかったよ。青い扉、コテージの方なかったかも。え、なかった。コテージの方は、まあ、うちの視点だとなかっただけだけど、そんなね見えないところのまでないと思うから、あれ、じゃあ普通に第一スタジオに行ったのか。第一スタジオ前の可能性がある。うん、まあ、とりあえずね第一スタジオの中じゃない気がする。それでさ、
スタジオのところに出たら殿様がいたんだ。聞いとこうか。殿様が？うん、スタジオの門のところにいたんだ。あー、だから外か、外にいたんやね。うんうん、ちょっと門のところで何か考えてみたいたみたいだけど、そのうち門を開けて中に入っていったんだよ。あー、中入っ、あ、なるほど、見つけたシーンがじゃああそこなだけで全然あれか、その後中に入ったのか。なんだ。うん、ふーん、それから俺嬉しくて見てたら悪人が出てきてさ。はあはあ、あ、待って待って、あ、聞いて、あ、もう聞いてなかったじゃない、うさぶろう。悪人ってどんなやつだった？ほら、ほら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 、だって悪代官だったなら悪代官ってこの子言うよね。悪代官だったって、人間だったよ。背が高くて痩せたやつで、殿様、え、待って、ん、え、待って、ん、待って、え、待って、え、背が高くて痩せたやつ、え、待って、ちょっと待って、ん、え、ん、ん、え、ん、え、え、男女どっち。え、でも背が高くて痩せたやつってもうプロデューサーおばちゃんぐらいしかなくない？え、ちょっとわかんない、え、ぐらいしかいなくない？まあ、あとは大道具の子、ワンちゃん。え、背が高い、背の高さまでわかんない正直。え、だからやっぱり殿様には胃袋さんが入ってたんじゃないか。え、ちょっと続けて見ていきましょう。ちょ、男女まず押せてほしいな。まあでも女だよね。男？女？わかんない、遠かったし。でもおばちゃんだったらおばちゃんってわかるよね。てかもうおばちゃんじゃないだろさすがにって思うので、え、やっぱり姫神じゃね。ちょっといや進めましょう。とりあえずなんだよ、はっきりしないな。でも人が殺されたシーンだからね。え、おかしくない？殿様はもちろんその悪人を倒したよ。え、じゃあ死体が別の死体にならない？え、ちょっと分かんない、なんかちょっと、え、何、どういうこと？え、胃袋さん実はなんかムキムキに見せるスーツを普段は着てたってこと？絶対違うよね。ゆさぶろう一旦、何かがおかしい。その悪人はどうなった？うん、動かなくなっちゃった、死んだみたいにピクリとも。え、何かが変、何か嘘ついてないか。さすがプロのアクションスターだよね。あ、悪人側も、うん、そうだね。もしカメラ、あ、てかカメラ持ってなかったんだ。そうか、シャッターチャンスだったよ。そう、なんで持ってなかったの？もしカメラを持っていれば、しかもさ、生身の人間を殺すなんてさ、多分この子が見たらさ、トラウマもんじゃないけど、まあでも、いや、幼すぎて逆にはお芝居に見えるのか。なんだ、カメラなかったの？そうだよ。俺だっていつもカメラ持ってるわけじゃないさ。え、なんか怪しいんだけど、何？それを見て怖くなって家に帰ったわけか。なるほどくん、相手は少年よ。あまりきつく言わずに、でも容赦しちゃダメよ。そうね、一人の人生がかかってるからね。そんな無茶な。俺、あ、もう一周か。ちょっと待って、突きつけるものがあるよ。ちょっと待って、必ず持ち歩いているで一旦カメラにやってみるか。胃袋さんが殺されたんだから、そんなガタイが細いわけないだろっていう意味でこれを突きつけるか。どっちの方面なんだろうねこれ。とりあえずでももうちょっと先まで行こうか。ここじゃないわ。うん、あれ、突きつけて戻る、これか。はいはい、うん、撮影所に行った、おばちゃんに近い通った、行こうとした、迷っちゃった、ここは大丈夫だね。スタジオの通りでした、殿様がいたんだ。俺嬉しくて見たら悪人が出てきてさ。いや、こ、え、ちょっと待って、いや、てか、そうか、この証言の中で突きつけられるのはここか、ここだけだわ。さっきのガタイがどうの時は突きつけらんないから、これかな。どうだキュータ君、今の話ちょっとおかしいな。君、さっきはいつでもデジカメを持ち歩くって、しかもリハーサルの日に忘れるなんてことある？取りに帰るでしょ、気づいた時点で。もうそれぐらいの熱量じゃない？だって全部写真撮ってあるんだよ。はっきりそう言ってたじゃない。
すご。これ図形ツールで書いたんかなぐらいの。ダメだよ嘘ついちゃ。本当は持ってて、写真撮ったけど見せたくない写真があるとかかな。弁護人ちょっといいですかな。しまった、きつく言い過ぎたか。何ですか。でわじいたん、じいたん知らないの。何ですかデジカメって。デジタルカメラのことです。そんな時代なの。最近流行ってる、流行ってる。いやもうそんなで、ね、すごいな、時代だな。なんかもうグラフィック綺麗だからピンとこないわ。最近流行ってるカメラの一種です。説明のしようがない。なるほど。とにかくキュータ君、君が撮影所に行くとしたらカメラを忘れるはずがない。そうだよ、リハーサルだよ。持って行ったんだろ。うーわー、かわいそう、ごめんねごめんね。だ弁護人、少年を脅すとは見下げ果てた男だな。少年だろうが検事だろうが嘘は良くない。そうだ、お前すぐ嘘つきやがって、でっち上げやがって。なんでそこに検事が出てくるのだ。どうなのかな九太くん。なんだよ。ああ確かにカメラは持って行ったよ。それが何だってんだよ。さあじゃあなんでないって言ったのかな。え、これさ、いやちょっと強引、え、ちょっと待って、え、名探偵アンジ出していい。え、これさ、刺されたの殿様んじゃね。あ、でもいや、そしたら着ぐるみに血がさすがに、いやでもだから殿様の着ぐるみが行方不明じゃん。で、そうだからもちろん勝ったよみたいなあの感じのとかがさ、いやちょっとわからない、ちょっともう進めてみよう。ちょっと名探偵かもしれない、これ。あの、もし違ったらカットするんでお願いします。じゃあそのカメラは。で、そう、そこを撮っちゃって信じたくないし見せたくないから持ってないって言ったんじゃないのかって気がする。使わなかったのかな。使うわけないよ、俺夢中で見てたから。え、じゃあなんで持ってないって言ったの。へえ、なんかおかしいよな。んほんとかな。ではその見ていたことを証言してもらいましょうか。おい、ちょっとなんか今見えてきたぞ。え、だっておかしいもん。だってその殿様がもしその細身の人を刺したんだとしたらもう一体死体が必要で、でももうその場にいた人たちはみんな生きてるからおかしい。いや、そうだよ、絶対そうだ。よし、進めよう。見ていたことについて。少年、お前は嘘をついている。確かにカメラは持ってたけど、もう一瞬も目が離せなかったんだ。はあはあはあ、ほうほうほう。殿様に悪人が襲いかかってさ、ほうほうほう。そして、え、ちょっとでもおかしいもん。なんかもうそこの描写がないのもうまく想像しきれんのよ、やっぱキッズやから。いや、そういうことでしょ。そこが曖昧なのも実際はそんなの見てないからだ。強いよな、やっぱり殿様は。いや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 、ふむ、あれもう終わりですか。いや、そう、嘘つくの得意じゃないんじゃないかな。ずいぶんあっさりた証言でしたね。では尋問を。でもさ、こんだけ好きだったらさ、そんな大好きな殿様がさ負けるシーンなんて見たくないよね。だから仕方ない気はする。嫌だよ、信じたくないしね。自分だけの中にしまっておきたくなる気持ちもわかる。違う、これでこんだけさめっちゃわかってる顔して全然違ったらバカ恥ずかしいの。続きいこう。これで全然違ったらはず。今当たり前にそれ前提で話しちゃったけど、確かにカメラは持ってたけど、あー、ちょっと待って、ここ聞こう。そう、なんで言わなかったの。じゃあなんで使わなかったのかな。あと、なんで嘘ついたの。これからそれを言おうとしている。落ち着いて聞きたまえ。殿様のアクションってすごくかっこいいからさ、もう一瞬も目が離せなかったんだ。はあはあ、待った。じゃあ殿様が戦っているのをずっと見てたんだ。詳細教えてくれる。でもそれ酷なんだよな。それはそうさ、目を離さなかったんだね。うん、
じゃあ聞かせてくれるかな、殿様の戦いのこと。いや酷だけどね。いいぜ。殿様に悪人が襲いかかってさ、ほんで詳細は？悪人の方から襲いかかったんだね。そうだよ。どんなやつだった？その悪人って。さっき言わなかったっけ？人間だよ、人間。どんな格好してた？ぷい。よく覚えてないよ。まあでも衝撃的だろうからね。俺、殿様しか見てなかったから。なるほど。それでどうなったかな？そして、悪人は動かなくなったんだ。怪しい。だって今もう襲いかかって次の瞬間には悪人も動かんなってるからね。殿様バリアで弾かれたんか。どうして？え？何がどうしてなんだよ。悪人はどうして動かなくなったのかな。そりゃ殿様がやっつけたからだよ。どんな風に？だからどうやってやっつけたのかな。どうやってって顔かわいい。殿様キックに殿様パンチ、殿様チョップ、殿様ビンタ、もう全部素手とか足なんだ。武器全然使わんやん。殿様スピア使ったはずなんだけど。ボコボコにしてて草。そんな感じかな。どうもこの辺りがすっきりしないんだよな。そんな外傷なかったんじゃないかとか、そもそもスピア使ったんですけどね。ちょっと言ってることおかしいんじゃないですか。なんだよその目は。どうしよう。いやいや、もっと揺さぶろう。キュータくん。なんだよ。君は最初にこう言ったね。殿様から一瞬も目を離さなかったって。そうだね。それがなんだってんだよ。なのになぜ一番肝心な部分を見ていないんだい。そうだよ、使ったら殿様スピアで胸んとこ一発で殺してんだ。怖っ。でかそもそも犯人が、犯人ちゃうわ、死んだ側は着ぐるみを着てたって話なのに、そのままの姿な時点でちょっともう違うんだよね。仮にそれが見間違いでガタイのいい胃袋さんだったとしても、その悪人がね、そもそも状況が違う。うん、少年はきちんと証言を、意義あり、意義あり、きちんと証言をしていないことはあなたにも分かっているでしょうね、ミスルギ源氏。なんかしまらんな。殺人犯は普通殿様ビンタはしない。ググ。つまりキュータ君は殿様の戦いの一番重要なところ。違うのか。じゃあただ殺すシーンを見てないだけか。あ、そういうことか。ちょっと私の今さっき言ったところカットしていいですか。なんかちょっと間違ったこと言っちゃったみたいなんですけど、あのさっきのなんかちょっとどうやったところ消していいですか。そこですか。私と思ったところ違うな。あれれ。あれ。静粛に弁護人。しかしそれは大変おかしなことです。その理由をあなたは説明できますか。それはちょっと。なるほどくん、あなたは今とてもいい線を言ってるわ。だから見てなかったのはそうだ。だから、いや、つまって、いや、そうだから、とどめを刺すところを見ていなかったのは、とどめを刺されたのは殿様だからだよな。よし、これいける、まだ参る。オッケー。なぜキュータくんは戦いのクライマックスを見ていないか、その理由も分かるはずよ、あなたなら。そうだ、いける、まだ、自信取り戻して、いける。弁護人、答えてもらいましょう。殿様の大ファンである少年が、なぜ戦いのクライマックスを見ていなかったのですか。あれ違うかもしれない。ちょっと待って、戦いのクライマックスを見ていなかった理由。あれ思ってるの違うな。あれ見ることができなかった。他のものを見ていた。証拠品を提示する。はて。あれおかしいな。あれこれ他のものを見ていたら違うと思うんですよ。で、証拠品を提示するとしたら、はて
そうね、法定記録一旦見てみようか。これ撮ってたからじゃないんだよね。え、写真撮ってたらでも別に見えるから、写真撮ってたから理由にはならない。ちょっと分かんないので、見ることができなかったって一回やってみていいですか？ちょっと今分からない。一回ぐらい間違うところみんなも見たいやろうしな。じゃあこれで。キューダくんは見ていることができなかったのです。だってそれは殺人の瞬間だったわけですからね。おう、ちょっと待って。違うんだ、え、これ違うんだ。今までの証言の少年は殺人を目撃したと思っていないのは明らか。彼はあくまでトロ様の戦いを見たぞ。ならば戦いがリアルであるほど余計に目をそらす。うわあ。では弁護人、もう一度お手。なぜ戦いのグラフ、証拠、ちょっと待って、いけるかなこれで。ちょっと待って、やば、今証拠品見ようと思ったらもう出すこと、いや、いけると思う。多分証拠品ですか。そうです、 A。 なぜキュータ君の戦いが目をそらしたか。写真を撮ろうとしてたとか。写真ですかね。あ、これいけやれ。その証拠はこれです。何ですか。あ、 BGM やんだ。まさかこれ合ってんじゃねえのか。いけ何ですか、そのカメラがどういう、このカメラ最近、あ、そう、使い、そう、あの、とっさに撮れ、そ、とっさに操作が分からなかったんですよね。それぐらい考えれば分かることですよね。そうそうそう、ただでさえちょっと分かりづらいのに、ちょっと慌てて撮れなかったっていうわけですよ。それは知っています。まだ彼はカメラの扱いに慣れていません。そういうことなんだよね。それも分かっています。あ、やっとお気づきになりましたか、裁判官。キュータ君は殿様がとどめを刺す瞬間カメラを見ていたんですよ。そういうこと。よし、もちろん写真を撮るためにね。はあ。どうやら図星だったみたいだね。なんなんだよお前、俺をいじめて楽しいかよ。いじめているわけじゃないんだけど。よくやったわ、なるほどくん。キュータくんは嘘をついていた。目の前で殿様が戦っていて彼が写真を撮らないなんてありえないものね。はい、え、じゃあ悪人が倒れてたのは合ってたってことか。え、じゃあまあいいや、ちょっと分からんから進めよう。いいかい、君が殿様の戦いから目をそらした理由はただ一つ、それを写真に撮ろうと思ってカメラをいじっていたからだ。まあイベントと違って勝敗が早くついちゃったんだろうね。買ったばかりでまだ操作に慣れていなかったから決定的な瞬間を見逃しちゃったんだろ。ほい、そうだろキュータくん、そうだよ。さあ、なるほどくん、この子はまだ何かを、あ、本当？まだの隠しているわ、もう一度証言させるの。よしよしよし、あ、はい、千尋さん怖い。裁判長、キュータくんにもう一度証言をお願いします。わかりました。ではキュータくん、そのカメラと写真を撮らなかったことについてもう少し詳しく話してもらえるかな。うぅ、大人の世界は厳しいんだぞ。せやな。いやまあでも酷だよね、自分の好きな、まあ分かってないからいいけど、自分の好きなそういうキャラクターのさ、いや、うん、これ大人になってからしんどいんじゃないか。写真は撮らなかった、いやでもこれで結果的に、まあ、自分の証言で殿様が無罪になったらそれは幸せかも。まだ大人になってからはね。お前の言う通りだよ、殿様が悪人の手を振りほどいたから。俺写真を撮ろうと思ってカメラを構えたんだけど、レンズが開かなくってちょっと間に合わなかったんだ。それでおしまいかな。
なるほど。で結局あそうかで気づいたらもう悪人が倒れてたってこと？えでもやっぱりね結局おかしいんだよね。そんな細身のやつが倒れてんのおかしいだろ。胃袋さんじゃないといけないから。この少年証言に何かおかしなとこはありますか？わかりません。でも尋問はさせてもらいます。うん。さて写真は撮らなかった？お前の言う通りだよ。殿様が悪人の手を振りほどいたから。詳しく聞かせて。そこまでは見ていたんだ。うん。何か気がついたことはなかった？かわいそう。かわいい。いつもの殿さん。やっぱり中の人は違うね。これはそうだね。そうだよね。一瞬私頭の中でじゃあ煮干しじゃないじゃんって思ったけど、うちはそこは信じてなきゃダメなんだ。そう、煮干しさんではないのは確定なんだよ。ちょっとまだ私の中で容疑者に若干煮干しさんがふんわりいたわ。それは当たり前でした。はいはいはい。うん。動きが違った？まあね、違うもんね中の人。俺写真を撮ろうと思ってカメラを構えたんだけど。また！なんで写真が撮れなかったの？新しいカメラボタンがいっぱいあってややこしいんだ。シャッターを押そうと思ったんだけど、私もねデジカメ最初初めて持った時なんか変に白飛びしたりしてうまく撮れなかったの覚えてる。シャッターを押そうと思ったんだけどレンズが開かなくってちょっと間に合わなかったんだ。また！レンズが開いたら何が見えたの？倒れた人と殿様。あれじゃあ殿様は別に、ちょっとわかんないね。何なんだ。それでおしまいかな。結局これってさ、写真間に合わなかったから撮らなかったの？でも勝った瞬間撮ってるんだからさ、撮ってないのか。まあ探ってみるか一旦ね。わかんない。おしまい。そうだよ、写真は撮らなかったんだ。え、じゃあ、そもそもやっぱりさ、撮ったんじゃないのか。で、それで、それを見せたくないから、カメラ持ってってなかったって嘘ついてたんじゃないんかな。まだ写真、そのカメラを持ってってなかったって嘘ついてる理由が証明されてないというか。僕だったら写真撮ると思うけどな。この少年は本当に写真を撮らなかったんだろうか。いや、撮ったと思うんだよね。ちょっと酷だけど、揺さぶっていいか。キュータ君だったらシャッターを押さないはずはない。キュータ君、僕にはこれね、子供揺さぶられるね。何もかも分かってるんだよ。君は写真を撮ったはずだ。あ、撮ってるわこれは。思った通りか。どうして分かるんだよ。お兄さんにはキュータ君の嘘がみんな分かるんだよ。やめてそれ怖いから。ちっちゃい頃言われたら泣いちゃうわ。すげえや兄貴すげえや。お、なんかいい気持ち。やめろ子供相手に。俺確かに撮ったよ写真。ではそのように証言を変えてもらいましょうか。少し遅れて何枚か撮ったけどデータはもう消しちゃったよ。復元できないかな。ちょっとわからん。データを消した。そうだよ、なんで消したの。いや、やっぱりさ、でもんー、ちょっともう分かんないからちょっと恥かく前に一旦話聞きます。そうだよ。なんで？大好きな殿様が勝負に勝った写真なのに。別に撮っておいてもしょうがないだろ。なんで？今まで全部撮ってあるじゃん。手相曲げたか。そろそろ矛盾でも叩きつけてやらないとな。こんな短い証言で何かおかしなところあるか。何かあるはずよ、探り出すの、あの子の本音を。お前の言う通りだよ。ここも揺さぶる。お前。そんな突っかかり方する？そこ。そこなんだ今。お前っつったか。なんだよとんがり頭のおっさん。おっさん。私はお兄さんだ。おじさんということでやめろ、入ってくんな。大人はメンツで生きてるから嫌だよ。こんなこと言わすな子供に。もう容赦しないぞ、証人続きを。ひぃ。殿様が悪人の手を振りほどいたから。あれ、これさっきの。俺写真を撮ろうと思ってカメラ。ここも探ってみるか。一緒だよね、何か気づいたことはなかった。一緒だね、一緒だわ。動き違った。
でカメラを構えたんだけど、どこまで聞いた？ここも行くか。うん、あ、一緒、見た見た見た。あれ、どこで私違ったんだ。突きつければいいのか。少し遅れて何枚か撮っちゃったけど、データはもう消しちゃって。じゃあこれで突きつけるで、この今まで勝った場面すべてこれかな。これ突きつければいいのかも。ちょっと突きつけてみるわ。今まで撮った勝った場面を全部撮影して収集してるのに消すのはおかしいじゃん。ということでこれを、キュータくん、なんだよ、さっきからあんたに名前呼ばれるとろくなことがないや。昨日はこれどうもありがとう。え、おう、君昨日こんなことを言ってたよね。俺殿様の城には必ず行くんだよ。でさ、この屈託のな家見もう一回見てえな。でさ、殿様が勝った瞬間をこうして写真の撮るのさ、一つ残らず全部写真に撮ってるんだぜ、完璧に。じゃあなんで今回のは入ってないのかな。それってつまり殿様が負けたからだよね。よし行こう、よし、いけるいける、よしよし、合ってる合ってる。もし殿様が戦いに勝ったシーンを君が撮ったのなら、それを消すはずがない。ちょっと証拠ってほどの証拠でもないけどね、このアルバムに飾らなければならないからね。ああ、でも今回は気分で撮らなかったんだよね。なんとかなるよ別に。弁護人、そのアルバム何ですか？これは栄光な足跡といって、キュータ君が殿様の写真を撮って集めたものです。これまでの殿様の勝利のシーンがね、そう、勝利のシーンが全て撮影されている。ほう、そう、つまりですよ、なんで写真として残さなかったかというとですよ、そう、一旦そうですよ、その写真がない、そう、なんでかって言うとですよ。言ってやれ。なるほど君、それはなんでしょう、その言葉が聞きたかったんですよ裁判長。そう、殿様が誰かをやっつけたのならば、そう、そのアルバムに写真がなければおかしい。そう、じゃあなぜないのか、なぜ写真を消したのか、わかりますよね。なんでぐだる。いや、もごもごしちゃった。考えろ。なるほど、そうまさかそうなんだよ。やられたのは殿様なんだ。なるほどくん、どうやら私たちはたどり着いたみたい。うちはもう一足先にね、休校で行ってましたけど、とんでもない真相に、これ気持ちいい。うちの方が先についてるの気持ちいい。これちゃうかった。いやでもさすがに合ってると思うわ。千尋さん、じゃあやっぱり、そう、あなたが考えてること、それは多分正しいわ。そうだよね、教えてあげなさい裁判長に真相ね。弁護人、どういうことですか？アルバムにはなぜ事件当日の写真がないのですか？なぜ少年は写真のデータを消してしまったのですか？そう、それはね、殿様は勝てなかったんですよ。そう、殺されたからね。いや、だから殿様の服なかったんだ。なるほどね、なるほどね。そう、それは殿様は勝たなかったからです。そう、一つしか考えられません。くれ、殿様は勝たなかった。だからキュータ君は写真のデータを消したんです。そう、殿様はね、勝たなきゃいけないから、常に。そう、そうなんですよ。だからそうなると相手が細身の人物でも説明がつくね。そうなんだろう、キュータ君。殿様、本当は悪役にやられちゃったんじゃないか？何言ってんだ。いやでもこれ聞くの酷やな。殿様は負けないんだ、絶対誰にも負けたりなんかするもんか。いやー、つれえよな。でも裁判長、今のキュータ君の言葉が全てを物語っています。写真を撮らなかったと嘘をついた理由、そうそういうことよ。そしてせっかく撮った写真のデータを消した理由、キュータ君にとって殿様は絶対に負けてはならなかった。でもそらそうよ、ヒーローだもん。ふん、しかしキュータ君はとんでもないシーンを目撃してしまったのです。そう、殿様が戦いに敗れるシーンを、デデドンデンドンデン、よしよし、キュータ君はそれを認めるわけにはいかなかった。だから殿様が勝ったところを見たと嘘をついてしまったのです。ズギャーン。いや、台乗ってる、かわいい。静粛に、どうだ、わかるか、三剣、これに反論ができるかな。どうなんですか証人、キュータ君、あなたは一体何を見たんですか？
かわいそう。うわー、いや、かわいそうだよ、これは。やだよな、そんなの。いや、しかもなんかリズメされてさ、感じ悪いで。キュータ君、あの日君が見たのは殿様が負けるところだった。そうなんだろ。うわー、そうだよ、そうなんだよ。いや、もうかわいそう、あまりにかわいそう。殿様が倒れちゃって、いやもう裁判だからしゃあねえけど、あまりにかわいそう。動かなくなっちゃったんだ。うわー、いや、かわいそう。いや、思い出させるのもかわいそう。どうにか写真も消して忘れたかったのもあるだろうしな。静粛に静粛に静粛に。なるほど、一体これは何の騒ぎだ。話聞いてなかったいや、まあ、いきなりも状況が一変するからね。つまりどういうこと。犯人と思ってた殿様が実は刺されてるんですからね。殿様は殺人者なのだぞ。しかし証言によれば殿様は倒れて動かなくなっている。うわ、おっぱいだなんか今不適切なのが一個挟まったな。弁護人、どういうことなんですか。僕たちは大きな勘違いをしていたことになります。勘違いだと。それは一体どういうことか。まだわかんないの。ちょっとみつるぎくん、まだまだやの。君検事何年目。いや、なんかすごいとか聞いたけど、まだまだか。そっか、説明いるか。オッケーオッケー、したるしたる。ほなな。被害者は、いや、胃袋さんではあると思うんだけど。あ、これやろ分かってみれば簡単なことです。そう言ってやれみ、あ、まあ、なるほど。戦った結果、殿様が倒れて動かなくなった。つまり殿様は殺人者ではなく被害者だった。ということは、ドン、殿様は、そうだよね、そうそう、やっぱそうだよね、合ってる。胃袋たけしだったのです。そうか、説明的には殿様って言わないと意味わかんないもんな。よしよしよし、静粛に静粛に静粛に。ではこの写真に写ってる殿様も、イグザクトリー、そういうことさ裁判官。被害者の胃袋たけしが中に入ってたということですか。そういうことになるね。胃袋たけしは午前中アクションシーンの打ち合わせをしていた。だから当然二袋じゃない煮干しさんが足を怪我したことを知っています。でもなんでそんなことしたんだろう。しかし胃袋さんは第一スタジオに行ったはずでは。それだからね、写真見たいんすよね。みんなそう思っていました。あ、そうか、見たいんだけど、そのタイミングだとまだおばちゃんが戻ってなくて写真つけてなかったのかな。うん、だからどっちにしろ行ってたとしても写真はないってことね。しかし警備員のおばちゃんはこう証言していた。おばちゃん、午後1時に詰め所に入ったわけよ。胃袋ちゃん、ああ見てないよ。おばちゃんが詰め所に戻る前にもうスタジオへ行ったみたいだね。そうだね、こうだから、そうだ、別にまだ行ってなくてもおかしくない。胃袋たけしは昼食後スタッフエリアを去ったと見せかけたんやうまそうに食っとるわ。しかし彼が第一スタジオに行ったのは誰も見ていない。ああ、彼は煮干しさんが楽屋で昼寝するのを待った。じゃあ睡眠薬持ったのも、この場合間違いなく胃袋さんだね。そして楽屋に忍び込み着ぐるみを盗んだのです。そうそうそう、合ってたんだ。いい、嬉しい、これ。しかし一体なぜ被害者はそんなことを。それが分かんないんだよね。それは分かりませんけど、だよね、よかった、理解と一緒だわ。てんてんてん、そうか。あ、え、どうしたん。俺、殿様の動きがいつもと違うと思ったんだけど、中に入ってる人違ったのか。中に人が入ってる概念はまあ別にいいか。いいか。おじさん、なんだい。実は俺、一枚だけ消してないデータがあるんだ。え、見して見して見して。で、データでわからんの、なんで。写真だよ、デジカメの。なんだって。見せるのだ。どっちに有利に働くものなんだ。そんな怖い顔すんなよな。か
かわいそう、子供なのに早くする。いやおじいちゃん怖い。うー、まあまあでもね、あれ第2スタジオじゃね。ってことはこれ誰でもできたよね。これだけ見たのでは殿様の中に誰が入っていたのかは、いやいや大事なのはそこじゃない。スタジオがこれ2です。ちょっと判断ができませんね。証人、残念ですがこれは証拠にはなりそうもありません。お返ししておきましょう。待って、なるほどくん、そうだよ。なんですか。写真をもう一度よく見て。なんでなるほど気づかんねん。その写真はこの事件の全てを物語る最強の証拠品。そう、ここでかなり覆るからね。一気に容疑者が増えるよ。裁判長、その写真もう一度見せてください。お、はあ、構いませんが。なるほどくん、裁判長に教えてあげなさい。この写真がはらんでいる決定的な矛盾点を。そんなことするの。ここでいいかな。あ、なになになに、あ、これこれ、ここでいいよね。よし、じゃこれを。間違いない、殺人現場がね、第1スタジオだったんじゃない、第2スタジオだったんだ。デリア、くらえ。裁判長、ここを見てください。門柱、門柱。重要なのはこの柱に書かれている数字です。数字、これは2ですか。はっきりしませんが、はっきりしているのは1ではないということです。まあこれは2でしょう。ああ、気づいたか、気づいたか、三剣、バカめ、バカバカ、ザコザコ。どうやら分かったようだね、三剣源氏。そんなバカな。何ですか。分かれ。証拠もう一回見直せ。私にも分かるように説明してください。上面図で説明しましょう。そうですね、死体はここ第1スタジオで発見されました。でも今のここでしたよね。しかし事件の時撮影された、写真の門柱には1とは書かれていない。裁判長、事件は本当はここで起こったのです。本当の殺人現場ね。ここ、多分ここじゃなくてここだよね。門の外だったけど、曖昧ここら辺さすね。でもさ、普通に疑問なんだけど、ここなら他のさ、監督、プロデューサー、まあ、なんかどっちかやったんで、あれ人いっぱいいたじゃん。ここでやったらバレるくねって思うので、ここで行ってみよう、ここで行ってみよう。どうだ。さあ、それはここだったのです。あれ、中です、中です。今のは冗談で、じゃあ中でやったの、すごくないそれ。まあでも中なんでしょうね。ここでは間違いない。よし、ここです。じゃあ今回、じゃあワンちゃんみんながコテージに入ってたか、車で見えないようにしたか、みんなが共犯か、そんなんしかないよね。ここです、第2スタジオ。なるほど、門中に2とありますな。この第2スタジオには重要なポイントがあります。重要なポイント。重要なポイントですか。道が塞がっていたでいいですか。第2スタジオは道が塞がっていた。でもあの移動、道が塞がっていたことですか。ポイント、撮影には使ってないは関係ない。固定、道を塞がってたことを言っておこうかな。ちょっとわかんないけど、これ、そう、コテージに通じる道は塞がっていた。はあ、だから煮干しにはいけなかったってことでいい。そういうこと？違うか。それは聞いています。道が塞がったのは2時15分です。で、煮干しさんが向かったのは、だからそこは証拠としてないんだ。まあ、とりあえず。
被害者はそれ以前に第二スタジオに行ったんです。はい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 。そうなりますね。宇佐監督の証言を思い出していただきたい。ほう。彼はこう言った。第一スタジオへ行けなかったからコテージの人間。ああそう、これはねもうね違うんですよ。しかし事実は逆だったのです。犯人はコテージにした人間、コテージにいた人間にしかありえない。なぜなら犯行は第二スタジオで行われたわけですから。ええー、そうなんですよ。そういうこと、そういうことです。よし、すり合わせ丸。そういうことですね。確か4時に開いたはずだから、だから殺した後にみんなが集まる5時までに移動させたんだ。でもこれじゃあみんな共犯ってこと？そこ進めなきゃ分かんないかも。なんかプロデューサーが犯人と思ったけど単体むずくね。第2スタジオにはコテージがあります。コテージでは事件当日会議が行われていた。そして被害者が死んだ時間に休憩時間に入った。これね。でステーキを食べました。はい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 。そこはまさに殺人現場だったのです。みんなでやったならありえる。そういうこと？全員でやったの？静粛に静粛に。ちょっと私が犯人一人しかいないという思い込みがちょっとバグらしてた脳みそ。弁護側は次のように主張します。殺人現場は第二スタジオだった。そしておばちゃんが見たのは被害者の胃袋たけしだった。胃袋さんは何らかの理由で、これも理由わかんないんだよね。なんか主人公を変えるとか言って嘘ついたのかな。うん、まあなんかそそのかされた可能性あるね。殿様の着ぐるみを盗み第二スタジオへ行ったのです。何？なんだ？馬鹿げている。胃袋たけしは被害者なのだぞ。殿様の着ぐるみを盗んだのは何のためだ？わざわざ殺害されるためにそんなことをしたというのか、理由がわからないという意味では別にさ、その煮干しさんがわざわざ殿様を着ていった理由もなくない？まあ、顔見せないためかもしんないけど、まだ現状動機とか理由が分かること、そもそもどれもないよ。それはふむ。それとも何か証拠でもあるのか？被害者の胃袋氏が着ぐるみを盗んだ証拠だ。証拠か。これ睡眠薬かな。ある、あります。 なんだとあるんですか、証拠が。多分あのステーキのところに睡眠薬が落ちたから、食べ物に混入、ステーキに足したんだとしたら、やっぱその場、うん、多分間違いないとは思うんだけど、胃袋さんが殿様の着ぐるみを盗んだ証拠はこれかな。そこにいたの、うん、他は監督とかはいなかったわけだし、まあてか、まあ、まあまあでもこれでしょう。これ突きつけます。うん、さあどうだ。証拠はこれです。わざわざ眠らせるために飲ましたんだもん。それでもなんでかまでは分かんないね。薬の瓶ですか。これは煮干しさんたちが昼食を食べたスタッフエリアのテーブルから見つけました。この辺りね、ラベルには睡眠薬と書いてあります。なんて分かりやすい。詳細な名称はないんやね。ざっくりとしたね。睡眠薬。あの日被告人の煮干しさんは午後はずっと昼寝をしていました。眠らされていたんですよ、胃袋さんによって。そういうことだよ。うん、待ってください。確かにその瓶は怪しいですが、胃袋さんがそれを使ったか、その証拠はありません。裁判長、提案があります。指紋じゃダメなの？指紋でいいよね、別に。血液調べても関係ないし、死体者もだって一緒に飲んでるわけない。指紋でいいんじゃね？提案ですか？もちろんこの瓶の指紋を調べるんですよ。胃袋さんの指紋が見つかるはずです。拭き取っとけよとは思うけどね。なるほど、わかりました。瓶を預かりましょう。空っぽの小瓶を渡した。さあ本日の審理はここまでとします。あ、まだ続くんじゃよ。そうか、もう全然変わったもんね、状況が。まあ、キュータ少年の証言によって事件は全く違った可能性を見せ始めました。警備員が見た殿様は被害者の胃袋たけしだった。殺人現場は第一スタジオではなく第二スタジオだった。
全然違うやん。もうそしてコテージにいた人間には犯行を行う時間的余裕があった。あるね。なるほど、くん。はい、あなたに与える宿題は次の問題の答えを見つけること。警察がじゃなくて私がなんか見つけるの。あ、まあそうか、まあ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 そうか、警察側はそうだね、煮干しさんを悪くするためのしか出さないもんね。なぜ着ぐるみを盗まなければならなかったのか、これむずいよな、全く見当つかん。そして誰が彼を殺害したか、その動機は。明日までにその答えを見つけてください。おいよ宿題、もう探偵なんだけど。三剣賢治。うむ、あなた方は煮干しさんに対する容疑をもう一度初めから洗い直すように。ちょっともう厳しいんじゃないですか。心得た。この審理は最終日の、次が最後だ、最終日の明日までに持ち越すことにします。ワンチャンこの裁判で終わると思ってたから。では本日はこれにて閉廷。なるほど。10月19日午後2時47分被告人第一控室。いやー本当危なかったないやでももうすごい大どんでん返しじゃないか。かなり違うけど、まさに危機一髪といったところだったわね。途中でもう帰っちゃおうかなって3回ぐらい思いました。やめてや一緒に最後まで戦ってや、そのおっぱいがあるだけで私やる気出るんだからさあ、僕もです。いやもう最低、お前がそれ言うのは最低ね。そうだったんですかいやそうだよ、しかもおるんかい、おる場所で言うな。お二人とも自信たっぷりに見えましたけど、とんでもないフリですよ、フリ。やばい、不安しかない。もう煮干しさん五輪中って3回ぐらい思っちゃいました。もう不適切すぎる、やばい、 Google レビューとかにやばいこと書かれるこの法律書相談所。あ、私もひどい、やばいよふふふ、さすがにそれは冗談ですから。うん、そうなんですか、僕は別に冗談を言ったつもりはないぞ。じゃあ煮干しさん、僕たちはこれから最後の調査に行きますから、今日の法廷では必ず真犯人を突き止めてみせますよ。はい、恐縮です。いやー割と最初にこうパッと思い浮かんでたことはあってたけど、そこへの道筋がうまく立てれなかったな分かったけど、これをどう証明していいかわからないの顔してたな今回の私さて、じゃあこれでここに保存でいいか。よし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 そう、分かった、あれでもどうやってこれってなってた完全にさて、良きかな良きかな。さあでも次は全くもって何にもわからないかも。どういうことだろう。よいしょ、ちょっと待って、このコメント欄をこっちに移動させて、あれ、あ、コメント欄どこ、あれどっか行った、あ、あったあった、これだ、なんかチクチク、ごめんごめん、ふう、今日は危なかったですね千尋さん。ふーん、そうなんだ、私も見たかったな。あ、おかえり迷いちゃん、ねえねえ、結局どうなったの、これ次はもういないのか、探偵パートはいないだけかな、次また来てくれるかな。うん、なんとなく犯人の目星はついてきたよ、あとは証拠と動機かな。え、なんとなく目星ついてるけど、なんとなくね、あの辺りってのはわかるけど、なんか一人なのか複数なのか、ちょっとワンチャン複数マジである。へえ、すごいな。助審法廷のシステムでは明日が最終日だからね。助審法廷聞いたことない、 2,3 年前から始まった法廷のシステム。あれ、これなんか説明なかったっけ。要するに犯罪の件数が多いからさっさと片付けようっていう制度。その制度だと裁判って3日で終わっちゃうの。まあとりあえずはね、そういうことだから早速行こっか。うん、このまあいいや、いやもうおっぱいの話はいい、殿様について話すか。ほならば、さて、なんで胃袋さん殿様の着ぐるみなんて盗んだのかな。いや本当にそう、まあなんか分かってないのが、なんだっけ、何年か前、え、な、5年前かなんかの事件みたいなのがあるから、それが気になるのと、あとまあ最近落ち目で悪役をやって
やる側になっちゃってたっていうのがもしかしたら手がかりかもね。え、あれって胃袋さんが入ってたの？そうなんだよ。でも胃袋さんって被害者でしょ？なんでわざわざそんなことを？いやだからプロデューサーとかになんか役あげるとかそんなん言われたんじゃないんか？その答えをこれから見つけるんだよ。監督のアリバイ。監督たちの証言はどうなったの？監督やプロデューサーたちがコテージにいたことは間違いない。そうね。そうなんだ。でもだからこそ犯人は彼らしかいない。え、ここまで来たらもう出してほしいけどね、煮干しさん。さすがにもう容疑者としてそういう裁判だから無理か。え、どうして？殺人現場は実はコテージのある第二スタジオだったんだよ。そうか。これさ、次回ここからやったらさ、めちゃめちゃ分かりやすかったね。あらすじもあっていい振り返りになったわ。なんか気づいたことない？私お姉ちゃん呼び出しているときは記憶がない、意識がないの。気づきたくても気づきようがないんだ。ごめんね。うん、ちょっとニボサボさんの話でも聞きに行ってみようか。オッケー。じゃあ留置所行きますか。よいしょ。さてさて、悪人面だな。かわいい。なるほどさん、今日も生かしてましたね。 ありがとうございます。その潤んだ瞳はやめてください。哺乳とかの顔する。へえ、なるほどくん生かしてたんだ。やめろそのドヤ顔。その失礼なにやけ面もやめてほしいな。にぼさぼさん、とにかく残すは明日一日だけです。しかも今かなり容疑薄まってるからね。頑張りましょうね。はあ、と言って僕に何ができるというわけではないんですけど。ああ水うまい。あはは、ま、私もそうなんですけどね。あははじゃないだろ。さて、じゃあもう話していきますか。姫神さんのことを何か話してもらえますか？あのプロデューサーの方ですか？あの人は業界で天才と言われる人です。まあこのね、ちょっと落ち目だった事務所を盛り上げ返したらしいもんね。天才。エイトに来てからもう5年くらい経ちますけど、あれあの事件って5年前だったっけ、2年前だったっけ、3年前、ちょっと分かんないな。今じゃあの人には誰も頭が上がりません。どうしてですか？あの人はここへ来てから立て続けにヒット作を作って、当時潰れかけていたエイトを見事蘇らしたんです。すごいよね。でも才能すごい。でもなんで殺すんだ？それに何ですか？いやいや、なんでもないです。え、何？これが事件の話かな。僕も噂しか知らないんで。え、聞かしてよ。噂でも構わない、聞かして。なんかさ、腕置く場所がチクチクする。何？誰かなんかチクチク仕込んだ。宇宰監督ってどんな人ですか？あの人はこれまでマイナーなビデオ作品ばっかり作ってたんです。それをあの姫神プロデューサーが目に留めて、才能もあったよね。殿様の話を持っていったんです。おかげで宇宰監督も今じゃ有名人なんだ。まあでもそんだけめっちゃ大ヒットしたら監督有名になるか。確かに。うん、監督プロデューサーには頭が上がらないみたいですよ。まあ恩人でもあるよね。才能をくすぶらして、うん、くらいいわ。へ、彼女の言うことなら何でもはいはい聞いてます。ちょっと女王様気質だしね。うん、目に浮かぶな胃袋さん。うん、あの胃袋さんのことなんですけど、昔はあの人大スターじゃないですか、大スターだったじゃないですか。急に名前を聞かなくなっちゃったんですけど、例の事件ね、聞かせてくれよ。僕もあの人に憧れてこの世界に。あ、そうなんだ。じゃあ今回の件かなりショックだな。あの人急に大きな仕事をしなくなったんですよ。自分で？そしてこのエイトで小さな作品に出るように。はあはあ。どうしてなんですか？ね、なんで？私、武者ブリーの夏の続編楽しみにしてたんですよ。あのね、ロマンスの入ったやつね。胃袋さん、スターの座を降りたのが5年くらい前なんですよ。姫神プロデューサーが来たのが5年前。そして胃袋さんが来たのも5年前。何か匂うぜ。そう、2人は恋仲だった。そういうことですね。恋愛の。考えてみると、ちょうどその頃なんですよね。姫神さんがエイトに来たの。BGM がやんだ。5年前。だからなんだ、聞かせてくれよ。さあ、あとはまあ見せるものないか。ないな。じゃあ移動しますか。ん？
もう見た。あ、ちょっと待って、まだ調べてないわ。どんな感じ？監視さんね。あー、迫力に見えて一緒だ。一緒か。よし、ほならば移動で行ってみますか。はいはい、エイト撮影所正門前。ふんふん、よし。待って、なんか充電がなくなってきてる、マウスの。よいしょ、よし、充電しながらやろう。おばちゃん、今日は静かだね。おばちゃん、おばちゃん、いつもこうだとこの撮影所も平和なのに。え、怒んないんだけど。なるほどくん、ちょっと張り合いがないね。まあね、今なら詰め所の羊羹食べても大丈夫かも。うん、食べちゃう？え、マジで食べれるって。食べたらハッ倒す。よかった、元気だ。あ、よかった、生きてたよ。どうしたの、なんで？あの、胃袋さんが着ていってたとかそういうのがびっくりしちゃったってことなのかな。まあ聞いていきますか。あの、姫神プロデューサーのことなんですけど、エイトのオエラ方はあの女を気に入ってるからね。まあできる人みたいだしね。あの女の思い通りにならないことはないよ。苦々しい口調だ。嫌いなんですか、プロデューサーのこと。あの女のことは話せないよ、撮影所の人から言われたから。はー、なんかすごいおとなしいね。うん、まあ聞いてみますか。宇佐井監督ですけど、あいつは姫神の言いなりに動くふぬけな男だよ。まあでも頭上がらんのもわかるよね。どうも姫神にいじめられるのが嬉しいみたいだね。ちょっと違うな。じゃあこれ、それだと完全にあの女王と舞台になっちゃうな。なんでいじめられるのが嬉しいんですかね。えなるほどくん、なんで。まあ難しい話になってくるよね。まあS 曲と M 曲みたいな話になってくるんだろうか。N だけど、ほんと。さあね、難しいよねそのあたりってね。うん、胃袋さんのことですけど、あんた今日はよくもいい加減なことを言ってくれたね。あ、怒った、よかった。あの大スターの胃袋ちゃんもこともあろうに犯罪者呼ばわりする。犯罪、まあでも睡眠薬は犯罪か、確かに。おばちゃん許さないよ。本気で怒ってるぞ。いやまあでも何か殺そうとしたとは思ってないけどね。いいかい、胃袋ちゃんはね、おばちゃんの目をごまかすために煮干しの着ぐるみを盗むような、そんな卑怯なことは絶対しないんだ。それはファンから見た目線のやつだから。なんか事情があったらわからんよ。なんかのっぴきならん理由あったかもしらんからね。まあでも突きつけるものもないね。よし、じゃあ移動でスタッフエリアから行こっか。さあ、某時刻撮影所、撮影は今日も中止か。まあ仕方ないよね、あんなことあったら。一回くらい見てみたかったな。まあ、またね、撮影とか始まったら見に来ればいいんじゃないの。明日の法廷で決着をつけるから、それから見に来ればいいよ。そうだね。睡眠薬の瓶ってここで見つけたんだよね。そうだよ。他にも何かないのかな。うお、え、あ、てかさ、第二スタジオで殺されたなら結局あの柵の歪みとか、あと骨がないこととか、改めてそこ調べれるようになってるんじゃないか。サバチュラベース、キャー。何、あ、びっくりした。スチールでももらえるのかと思った。いや、すまんす。もしかしたら驚かしてしまったかもしれないっすな。驚いたよ。でもそもそもあの睡眠薬の瓶見つけてないのは警察の何ダメなとこだと思うけどね。見落としだよ。もしかしなくても驚きました。いやいや、たまには自分もドラマティックに決めてみたいっす。いや、ドラマティックじゃない、別に。ティックときたか、コホン。とにかくちょっとそのテーブルの皿を調べるっす。もしかして睡眠薬の？そうだよね、残ってるかもしれないもんね。じゃあせっかくだし話しますかね。皿、睡眠薬の痕跡を調べるってどうするんですか？詳しいことは持ち帰って調べるっすけど、今ここで軽く調べることができるようにと。ああ、待って、これさ、それを見つけさせないためにもしかしたらさ、皿をすり替えたとかないか。ないか、さすがに。で、骨まで捨てたからあっちには骨がないとか。いや、さすがにないか。いや、まあもう見てみましょう。まあこの薬があれば、まあ、色がわかるってことね。わあ、面白そう。
糸の子さん早く早く。ママそう慌てちゃダメっす。さあなんかかそうじゃないとね骨がなかった理由が全くわからん。どうお皿に垂らしたく、ああ変わった、あじゃあ関係ないっす、今の忘れてくださいっす。はっきり変わったらしいです。え、じゃあなんで骨ないの、マジでわからん。どうやらこの皿には睡眠薬が、そういうことっすね。なるほどなるほど。え、じゃあ睡眠薬の痕跡あったんだ。ほーん、じゃあ捜査について、はいはいはい、捜査の方はどうなってるんですか。実際のところ大騒ぎっす。まあそうだよね、かなりひっくり返ったかんね。このまま煮干しを追及すべきだという意見と、容疑者を切り替えるべきだという意見で真っ二つ。三つ抜きさんはどんな感じ。糸の子さんの意見はどうなんですか。悔しいっすが自分は煮干し犯人説とは違うと思ってるっす。でもきっと変わんないだろうから、三つ抜きさんは今のまま推しなんじゃね。ここもカットっす。カットだ。さっきのとこはでもあれだから、あの推理自体はあってたからカットしないんで大丈夫です。そういえば三剣賢治はどうしてます、どんな気持ちになってんのかな、またお茶飲んでる黄昏ながら。それがもう大荒れっす。控え室で熱いコーヒーの入った紙コップをひねりつぶした。あちあちち、それはあちちなのだ、大丈夫。はあ、もう大やけどすりゃバカなんよ。後先考えて、もうわーい、いい気みたいで大やけどはかわいそうやけどね。紙コップね、え、なに、あ、え、なんでコップ瓶、そういえばあの小瓶どうなりました。ああ、睡眠薬の瓶っすか。あんたにはいいニュースっす。瓶から被害者胃袋たけしの指紋が発見されたっす。ほうほう、ということはどうやら煮干しを眠らしたのは被害者だったみたいっす。やっぱり、あ、あ、え、あ、ん、まあ、シンプルに連想で瓶のこと思い出したってだけで、コップ関係あるか、ん、私ピンときてないかも。さて、あ、シンプルに瓶を連想するために紙コップから連想しただけ、そういうこと、あ、連想しただけ、あーはーはー、なんかあるのかと思った。突きつけるもんも特にな、突きつけてみる。あ、ステーキの皿くれ。うん、煮干しサブラは睡眠薬を飲まされたらしいっすな。そう、でも睡眠薬飲まされたっていうのがもうほぼ確定なら本当に殺人無理じゃんね。なるほど、なんか今日は妙に素直ですね、糸の子さん。ポリポリ、ここだけの話っすが今日の法廷、自分はちょっぴり感動した。糸の子、そう、いや嬉しいわ。まあでもこの人たちだってさ、無実の人を逮捕して罪にしたいわけじゃないもんね。波の弁護人なら監督の証言で諦めているっす。あれがあんた、あれがあんただったから煮干し三郎は助かったっす。いいやつじゃん。なんだよあいたの子、いいやつじゃんけ。なんだ、うん、これも作ってみる。この小瓶ですけど、いやお恥ずかしいっす、最初の捜査でそんなものを見落とすなんて。三剣賢治になんてお詫びすればいいのやら、まあ、これは完全に失態です。とほほ、とほほじゃねえのよ。まあまあでもそんな感じかな。じゃあ移動で楽屋入ろう。あ、あ、え、あ、こんにちは。どうしたのこんなところで。ええ、楽屋の片付けをちょっとね。もうニボサブさんが使うこともないし、う、まあでもどっちにしろ殿様は打ち切りか。え、え、どうして。ニボサブさん明日無罪になるんだよ。それは本当にありがとうございます。でも殿様今週で最終回なんですよ。いやまあこんなことがあったらなっていうのもあるし、なんか13話って言ってたし、うん、ええー、いやーよくわかんないけど、日朝系ってワンクールとか関係あるの？13話以降、なんか12話とかまでやってもさ、また第2、第3って結構長くやるイメージあるわ。まあ突きつけなくていいか。話そうか、ほな。胃袋さんのことなんですけど、あ、1年やるの？あ、そうなんだ。あ、じゃあもう完全に打ち切りだね、これ。そうなんだ。んー。なるほどね。
事件当日あの人第二スタジオに行ってるんですよ。え、第一スタジオじゃないんです、なかったんですか。しかもしかも殿様の着ぐるみを盗んでるんだよ。えっ、胃袋さんなんでそんなことを。ほう、いや、やっぱりあの噂本当だったのかな。え、なになになに、あ、え、なに、噂なに、5年前のこと関係ないか、なんだその噂。殿様の座を狙ってるみたいなこと。胃袋さん、あーなるほど、姫神プロデューサーに何か弱みを握られていて、何でも言いなりになっていたみたいなんですよ。これも S と M の関係なんだろうか。絶対違うけど、弱みって教え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 て。弱みというのはその人の後ろ暗い部分、弱点です。てんてんてん、知ってるよそんなこと。あ、事件にじゃあ関する、あ、その5年前の事件がその弱みと関係してるか。そうか、なるほど。5年前ここで胃袋さん主演の映画を撮っていたんですよ。はあはあ。当時できたばっかりだった第二スタジオで。ほう、なるほど。その撮影中に何か事故があったらしいんです。それがあの折れた鉄柵のやつかな。それ以来第二スタジオは使われなくなっちゃって、その時のセットが今もあるんです。どこに。え、へえ、そうなんだ。セット、あ、あのコテージ。はあ、なるほど。え、あそこできっと何か、なんか血が出る感じの事件があったんだ。ええ、でもあれに刺さったら死ぬよな。まあ、大けがか何か起きて、でそれをうまいことこうないないしてもらったりしたんかな。まあちょっと殿様終わっちゃうな、そこにまだ止まってるんだ。はい、でもしょうがないですよ、人を死なせてしまったんですから、現実の世界で。う、それにこの映像撮影所ではこれからもう一切、そうなの、子供向けの番組は作りません。どうして。え、でももうセットとかがさ、なんかそういうなんだ、戦隊ものとかそういうさ、特撮系の急に切り替えれるもん。私も寂しいんですけど、でもそれが8撮影所の方針なんです。そっか、どうして子供番組を作らないのかな。8の偉い人たちは殿様をこの事件のことを忘れたいんです。いやー、まあでもね、連想させちゃうよね、似たような番組作ったら。誰にも触れられたくないんですよ。お手になっちゃったか。そんなの勝手な話だよ。いや、まあ大人の事情で分かんなくもないけどね。殿様が好きな子供たちはどうすればいいの。いや、まあでも人が死んじゃったらしゃあないとこはありますけどね。大丈夫ですよ、きっと子供たちだってすぐに新しいヒーローを見つけますから。まあね、そんなことないよ、今いきなり番組が終わったらみんな悲しむよね。なるほどくん、なんか言ってよ。いや、でも番組続けるの難しいのは仕方ない気がするけどね。殺人事件だからね、事故じゃなくて。そうだな、ここは言葉で言うより証拠品の力を借りようか。あ、じゃあアルバム見せようか。でもこの子に見せたってさ、どうにかなるもんじゃないと思うけどね。バイトって言ってたじゃんね。どうぞ。これはファンの子がたった一人で集めた写真だよ。子供たちは殿様が大好きなんだ。大人たちの都合でいきなり打ち切りなんて、スタッフならそんなことしちゃダメだよ。そういうもんか。ちょっとうちがちょっと考えがなんか割り切りすぎてるか。仕方ないって思っちゃったわ。うん。てんてんてん。そうなんですよね。わかりました。私にできることありますか？あるよ。聞かせてほしいんだ。そこまでして隠したがる8撮影所の秘密を。5年前の事故のことを教えてくれないか。それとこれ関係あるかな。さて、わかりました。やった、話してくれるわ。うん、聞かせてくれないか、5年前何があったか。はい、私の聞いてることをお話します。いや、ありがてえ、ずっと隠しとったからね。5年前の撮影で胃袋さん人を死なせたみたいなんです。あ、みんなは番組続けようぜ派か。あ、そうなんだ。なんか無理じゃねっていう、本当に思っちゃった。
そっか、うちち、おうち、そっか、そうなんや。みんなそうと思った。え、人？ああ、もちろん事故だったんですよ。事故とかならね、続けれる気はするんだけどね。まあ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 。で、さっきのじゃあ若干合ってるかな？それで、うまく立ち回ってもみ、ああ、やっぱ、ああ、ないないしてくれたんだ。もみ消したのが姫神プロデューサーだったんです。はいはいはい。うん。それが胃袋さんの弱みですか。いやね、それは超弱みだね。でもだから胃袋さん、姫神プロデューサーの言いなりに。なるほどね。でも事故、そうだよね、事故だったんなら公表しちゃえばよかったのに。当時胃袋さんは大スターでしたから、何としても隠しておきたかったんです。でも結果的にこうやってさ、早くをするようになったんだから、もう言っちゃえばよかったんかもね、嫌味を握られるぐらいなら。でもその時は分かんないもんな、あそこまで。そうだったんだ。警備員のおばちゃんならもっと詳しく知っています。いやー、その時に最良の判断なんてできるとは限らんからな。その頃からこの撮影所にいましたから。ありがとう、聞いてみるよ。あのおばちゃん話してくれるかな。いやー、まあ、いやまあまあまあ、どうにかしたら言ってくれるかも。行ってみますか。じゃあスタッフエリアに戻って、それを知っていながらファンしているのはすげえ。まあでも事故じゃん。事故ならまあしゃあない部分もあるし、応援したくなったんじゃない。なんか悪人ってわけじゃないやんな。まあちょっと聞いてみないと分かんないね。なんだいあんたたち、まだいたのかい。そんなにここが好きならおばちゃんの代わりに働くかい。でもおばちゃん、ここを辞めさせられたらもうどこでも多分その性格じゃ雇ってもらえないよ。大丈夫？おばちゃん元気ないですね。ごめんね、急に刺しちゃって元気ないのに。みんな胃袋ちゃんのことを忘れようとして必死だよ。いや忘れん、まあ忘れられるのもかわいそうだけどね。事務所がここまで大きくなったのは誰のおかげだい。みんな胃袋ちゃんのおかげじゃないか。おばちゃんが愚痴をこぼしてる。危険だよ、なるほどくん。どういう、何の注意報今の。さて、じゃあまあ話すか。言ってくれるかな。5年前のことなんですけど。ふっ、あんた誰にそれを。それはマミヤだね。マミヤ。なるほどくん、スタッフの子の名前だよ。とにかく聞いたんですよ、教えてくれや。胃袋さん撮影中の事故で人を、その死なせちゃったって。あんたたち、そうやって人の昔をほじくり返して楽しいかい。まあ事故だったわけやしね。いや、これは煮干しさんを助けるためですから。胃袋ちゃんが煮干しの着ぐるみを盗んだって、そんな言いがかり、おばちゃんは信じないよ。でもきっと多分脅されとったんよね。それとも何か証拠でもあるのかい。胃袋さんが、あー、睡眠薬か。渡すか。あの睡眠薬の痕跡があったっていう方を渡すのがいいかもな。見せましょう。おばちゃんには悪いけどあるんですよ、証拠。胃袋さんが着ぐるみを盗もうとしたって証拠はこっちかな。これですね。はい。あの日お昼に骨付きステーキを食べましたね。ああ食べたけど、これはその時の煮干しさんの皿です。睡眠薬の痕跡が見つかっています。はん、煮干しが自分で。そんなわけないやろ。煮干しが自分で入れたんじゃないのかい。せんわ。あんな男でも眠れないことぐらいあるだろうからね。この睡眠薬胃袋さんが入れた。あ、そうだし、これね、指紋ね、こっちか。指紋がついてる。そうだわ、こっちだわ。指紋の情報追加されたんだった。胃袋さんの指紋が残ってました。はあ、こっちでしたね。そうかい、かわいそうにね、胃袋ちゃん。まあなんか事情があったってのは仲良かったらわかるよね。やっちゃいけないことをやっちゃったんだね。なんかでも、なんかリアルじゃない。なんかさ、そんなわけないってなって決定的な証拠見たら、なんかもうこのそっかーってなんかこうなぎの状態でこう受け入れる感じがなんかリアルな気がする。おばちゃん、あんたに負けたよ。話すとしようか。だから心のどっかでは、まあなんかやらされたんかなとか、なんかしらちょっと分かってたんかもね。おばちゃんもちょっと疲れちゃったからね。
いやー辛いよな。おばちゃん、確かに今から5年前人が死ぬ事故があったよ。まずいことに芸能記者が、やばいね、それあ、それをもみ消したんだ。写真を撮っちまってね。その写真をめぐって大騒ぎさ。その騒ぎを収めたのがあの女、姫神だよ。姫神だっけ。あいつ、わお、暴力団とつながりがあってさ、芸能記者たちをだまらしたんだ。それからだよ、あの女がエイトででかい顔するようになったのは。まあでも才能があっただけ良かった気がするけどね。なんかそれで全然違う方向性のやつ作りまくってさなんか落ちぶれさせたらやばいけど。うん、そうだったんですか。でも分かってやってよ、胃袋ちゃんに悪気はなかったんだ。そうよね、事故やったんやんな。いやーまあでもスキャンダルよな。ちょっと待ってな、なんかおばちゃんかわいそう。さあこれ持っていきな。何、写真ですか。あ、例のだ。はいはいはい。どういう、待って、どういう図って、テニス、これ何、これどういう何を撮ってたんやこれどんな題材なんや、そっちが気になったわ。いや、ここで亡くなったんやね、過去で。なんか弱みを握ってるっていうのも、なんだろう、直してないのも証拠を念のため撮っておいてるというか、まあ姫神さんのなんか意地の悪さというかで、脅すための道具だったんだな。その時の写真だよ。ここは第2スタジオのコテージですか。胃袋ちゃん階段の上で悪者と戦ってたの。これで戦うシーンでね、これで電気ビリビリってなるんかな、顔殺すやつみたいに。相手役を花壇の鉄柵の上に。いやー死んだ人かわいそうやけど、いやでも悪気なかったやもんな。なんでおばちゃんがこんなものを。昔のことだよ、話したくもないね。わかりました。なるほど、事件の写真、このアングルマジで誰が撮ったんだって感じだけど。さあなるほど、これ突きつけるの鬼だな、違うな。なるほどね、まあわかりましたと。スタッフエリアに戻る理由は特にないかな。あの女の子に話しに行かなくてもいいから、一旦第一スタジオ行ってみようか。よいしょ。さて第一スタジオ前、事件があった日、胃袋さん殿様の着ぐるみを着てここから第二スタジオに行ったんだよね。そうだね。でも何のためにかな、わかんない、脅されてたのかなしかわかんないよね。姫神プロデューサーか監督が呼び出したのかな。まあ、調べるとこないよね。うん、まあじゃあ移動しますか。移動でどっちに行こうかな。あ、そうか、そうだ、私もう第一には行けないんだ、第二に行こう。あ、え、いるじゃん、よう、美人だね。なんかさ、この服ってさ、この透明の部分ね、どこまであるんだろう、ここぐらいまであるのかな、の場合どうやって着るんだろう、気になる、私気になる。あ、下からかぶればいいのか、すごいな、この服エッチだな。これ上取ったやつ見たいんだよな、どんな感じなんだろう。集中して、集中しとるやろ、こんなにもキャラクターを観察してるんだ今。うん、あ、なるほどくん、姫神プロデューサーだよ、こんにちは。さあさあさあ、こんにちは、てんてんてん、こんにちは、聞こえないのかな向きになっちゃダメだって、てんてんてん、雲を見てるの私見てないやん、雲上やで、そっからそっち方向で見えるのコテージや。終わりみたいだな。まあなんか話すか。あの事件当日、胃袋さんはここへ、し、何聞こえなかったかしら、雲を見ているの私。はあ、目つぶししてもう見れない体にしてやれ
他のことに興味はないわ。なるほどくん、ムカつくよ。やれやれ、まあ全部聞いてみよう。煮干しさん犯人じゃなかったんですよ。これでまた殿様続けられますね。もう飽きたわ私、殿様は。は、犯人だ。最悪の探偵。いやまあでも犯人ではあると思うけどね。複数であれ単独であれ。なるほどくん、こいつが犯人だよ。やめとけやめとけ、落ち着け。私の怪しい時の霊力がそう言ってる。違う違う、もっと市場に基づいとるやろそれ。やれやれ。宇佐井監督のことですけど、どうしてもあの男の話をしたいのならコテージの中でやってもらえるかしら。なんで私は抜きで。え、あ、宇佐井監督中にいるの。やれやれ、こいつはほんま、後で分からしてやるからな、法廷で。見てろ、お前の泣き顔が楽しみだぜ。じゃあな、ペッ。雑魚感あるな。あいつの泣き崩れる顔がめっちゃ楽しみです。今日はそれをね、目標としてやっていきます。めちゃめちゃ楽しみ。分からしてやっかな、あの女。昨日あのスタッフ、あ、てかいないね。掃除してたけど、あんまり綺麗になってないのやめろ。殿様のレアカードを手に入れて浮かれてたからな。嬉しそうだったね。あー、ゴミ箱とかなんかある？ないか。アルメタ資料があるだけ。なんか調べるものあるかな。はいはい、資料とお茶が並んでる。デザイン、あ、ここら一緒だね。ブシブシ、あいー。あ？曇りガラスと見えない。はいはいはい、あれ特に何もないか。何もないな、何もねえや。ちょっとじゃあ戻って、移動して、あれ、あ、これか。はいはいはい、突きつけるかな。これでさっきもらったこれやな、こっち、これを突きつけてみよう。おい、あ、あ、ちゃ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 、毎回間違って詳細見ちゃう。こうね。どう？見ようともし、違うのか。あ、それ。はい。どこで拾ったの？それは、大葉ね。あ、そういえば、大葉か、オールやったな。大葉？おばちゃんね。なるほどくん。警備員のおばちゃんの名前だよ。とにかく、姫神さん。あなたはこの写真をもみ消す代わりに胃袋さんを自由に操っていたんですね。なんでスターとしての道を下ろさせちゃったんだろうね。風。え？なんですか？強くなってきたわね、風が。男子高校生の日常みたいな。でも、ちょっと泣いてます、みたいなやつ。面白い話。こうしたらコテージ行けるのね。なるほどね。じゃあコテージに行きましょう。はいはいはい。オッケーオッケー。ついていこう。移動でコテージ。ふん、来たね。なんでわざわざ中に入ったの？じゃあ続きを聞かせてもらおうじゃないか。来たで！なんか雰囲気が違うぞ。お、来たか？来たか？来たか？姫神さん、あなたはこの事件をネタにお水を飲みます。うん。よし。この事件をネタに、あ、え、てか待って、頭かぶってないじゃん。髪の毛ショートなんすね、かわいい。なんかあまりに解釈一致すぎて普通に受け入れたけど、髪の毛こんなに短いんだ、かわいいね。胃袋さんを自由に操っていたんですね。胃袋さんは格安の、あー、なるほど、格安になっちゃったんだ。それで、え、でもそれでさ、スターとしての箔がなくなっちゃったなら、それは結局失敗じゃない？うん、なんだっけ、あ、そうね、そう、格安で子供も番組に出ていたと。ふん、人を脅迫者呼ばわりかい。だってあなたのやったことはそうじゃないですか。確かに事故で人を死なせてしまったけど、それをネタに胃袋さんをスターの座から引きずり下ろして、何のためだよね、これ。お待ち、私は引きずり下ろすなんてことはしてないよ。胃袋のやつが勝手にダメになっていただけの話さ。でも、ああ、そこは関係ないんだね。その原因になったのはあなたじゃないですか。不運な事件だったのに、事故か。ちょいと。
何さ、さっきから事故事故って。どうして事故だと決めつけるんだい。何、え、嘘、まさか、え、そうなの。何、てかあの頃よりなんかいろいろ蝶々とか増えてる。あれは簡略化されてるだけかな。どういうことですか。物分かりが悪いね。事故じゃなかったらそれは何さ。考えてみるんだね。嘘嘘嘘嘘嘘。まさか、え、わざと、え、そんなことしたの。え、でもそんなことバレたら自分の人生があって、え、胃袋さんは恋に。ああそうさ、あーなんかちょっとちょっと余裕ないで、なんか年取ったああそうさ、証拠は、その証拠はあるんですか。ふん、そうじゃなかったら5年間も人の言いなりになんかなるかい。なんで殺したんだ。私はこの5年あいつを顎で使ってきたんだよ。でも警備員のおばちゃんはあれは事故だったって。はあ、あの女は胃袋のファンだったからね。まあある程度いい風には見ちゃうかもだけど、それにしても写真を持って撮影所にやってきた記者に飛びかかっていってボコボコに殴られながら、いやめっちゃいいファンじゃない。好きになるわ、絶対手術しなきゃって思ったんだ。ボコボコに殴られながらその写真を奪い取ったくらいだ。いやーマジで守んなきゃってなったんだな。バカな女さ、そんなものネガさえあればいくらでも現像できるのにね。いやもうでも後先そこまで考えられなかったんじゃないか。でも今となってはこの世に残っている写真はその1枚だけだ。渡してもらおうかそれ。あれ BGM さん、 BGM さんどこ行ったの。何言ってるんですか、これは大切な、あ、え、あんたたち、ああ、お前らは、あ、これ暴力団の人たちだ、やばい、反射だ、先生この人反射ですやばすぎ。あの、この方たちはプロ、何でも揉み消すのがこいつらの仕事さ。お前たちも揉み消してやろうか。ポロポロ怖い。いや、私あの公女と知り合いなんですけど、私殺すとやばいと思うけどどうですかね。何、法廷は明日が最終日か。残念だったね。ポロポロやば。明日の法廷お前たちには欠席しても。死んじゃう。なぜ、どうしてこの写真にこだわるんだ。これは確かに胃袋さんの読みであって姫神さくらにはどうでもいいことなのに。はいいのか、俺の友達コウジとケルベロスだぞ。いいのか、ちょちょいなんだお前ら。なんか考える時間はたっぷりあるさ。じゃあアーバよお二人さん。ちょっとエッチじゃん、ちょっとエッチじゃん。始末は頼んだよあんたたち。お、この腕突っ込んでるの何。やめな、おいチャカチャカしてるやろ。いやー、え、マジ。ちょっと、あ、糸の子さん糸の子じゃん。いつもバカにしてこい。や、熱すぎるこの展開、熱い。ちょっと待つっす、話は聞かせてもらったっす。姫神さくら、ちょっと署まで来てもらうっす。糸の子さんかっけーなかなかやるじゃないか坊や。私特に別に何も。どうやら勝負は明日の法廷ということになりそうだね。いやでももうこの時点で君ちょっとヤバくない。何かしらの罪には大丈夫。楽しみにしておくよ。今私たちのこと始末するって言ったよね。聞いてたよね糸の子さん。あ、来てくれてありがとう。大丈夫、白馬の王子様やん。白馬王子様、うん、まあうん、まあある程度白馬の王子様。大丈夫っす。ちょっと踏み込むタイミングが遅れたっす。まだまだ勉強不足っす。いやいや全然、もうなんか大事な発言聞いてもらうのも良かったと思うから。刑事さんありがとうございました。いやマジで仕事できんじゃん。私怖かったよ。いやマジで死ぬかと思ったよな。何何、これが仕事っすから。やっぱね、立場上どうしても刑事とか検事さん周り敵に感じちゃうけど、違うもんね。別に向こうも悪を正したいだけだから。
こっちは無罪の人をね、あの犯人にしたくないだけだからね。どうしたんですか？一度このセリフが言ってみたくて刑事になったっす。よかった、よかったね。じゃあ言えて。てりてりってこと？じゃあ自分はこれからもう一仕事あるっす。いや、ありがとうね、ありがとうね。縁があったらまた会うぞ、絶対また会うぞ。いやマジで助かった。さあなるほどくん、いよいよクライマックスね。姫神さくら、どうやらターゲットは決まったみたいだな。まだわかんない、みんなにバレずにどうやってやったんだっていうのが、コテージのところで。うん、よし、セーブしましょう。え、じゃあ次最終日法廷ですか。よし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 、行きましょう、やってやりましょう。まだちょっとあんまりわかんない部分もあるけど、いける、みんながいればいける。よし、行くぞ。第4法廷。よし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 。あれ、千尋さんいない、まあいいか。これより煮干し三郎の法廷を改定します。結局容疑者は変わんなかったんだね。検察側準備完了しております。まあでも、もし人変えるならそもそも裁判自体やり直しか。弁護側も準備完了しています。今日は審理の最終日になります。検察側、弁護側とも決定的な証拠の提出をするより任せて。では三剣検事、冒頭弁論もお願いします。昨日の法廷で弁護人によって新しい説が提示された。殺人現場は実は第2スタジオだったという。本日は実際にコテージにいた人間を証人として呼び、その事実関係をはっきりさせたい。ふむ、わかりました。三剣のやつ、今日はちょっと控えめだな。まあちょっと怖いよね、これでやっていくの。さあでは証人を呼んでいただきましょう。事件当日、第2スタジオのコテージで会議をしていた。来たで、おい、姫神さくらプロデューサーを。この人はちゃんと自己紹介してくれなさそうだな。スパスパ、タバコやめなさい。証人、名前と職業、タバコはいいんだ。ふう、姫神さくら、映像撮影所のプロデューサー。証人は事件当日、第2スタジオのコテージで。そんなことはみんな知ってるでしょ。ん？余計なことは嫌い。どうしてもやりたいなら私抜きでやりなさい。いやもうこういうもんですから、こういうもんなんで、そんな時間を大人にしない。いつもいつもこうさせられる。では証人、事件当日のことを証言してください。なるほどくん、この人が犯人なんだよね。あ、そうさ、絶対尻尾を掴んでやるぞ。なんか、まあまあ、いきゃわかるさ。そういえば結局ご飯のやつとか調べ直せなかったけど大丈夫かな。まあ大丈夫か。あの鉄柵の部分は写真で分かったから、まあ別に調べなくてもよかっただろうし、まあ大丈夫でしょう。正午の少し前、第2スタジオのコテージに入ったわ。なるほど、会議が始まったのは正午、終わったのは4時。はいはいはい。それからリハーサルがあるから第1スタジオへ。ほんほんほん、そう、疲れてたからうざいに運ばしたわ。自分を？お？会議の休憩は2時半から15分だった。ステーキ食べたやつね。うざいと一緒にコテージの前で骨付きステージを食うな。ステーキを食べていたわ。骨ないのがめっちゃ気になる。絶対なんかあるわ。第一スタジオに行って、そこで胃袋の死体を見つけたわけ。はい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 。そんなところね。さあやっていきましょう。証言で一つだけ気になったことがあります。疲れていた、そう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 、疲れていたからうざいに運ばしたって何？車使われてないって書いてなかったっけ。あれ違ったっけ。は、ライトバンがあったでしょ、第2スタジオ。あれ違うか。なんかあんま使われてないって見たような気がしたけど、気のせいかもしれない。サルマゲドンの首もあって危なかったし、気のせいか。わざわざ書いてないし、気のせいかも。なんかあんま使われてないって見たような気がした。それはあれか、その隣にあった燃やすやつか。なるほど。では弁護人、尋問を。最後の勝負だよ、頑張って。
多分あんま使われてなかったのは隣にあった焼却炉みたいなやつかも。事件があった日のこと。よし、まあ揺さぶりますか。第二スタジオのコテージに入った。はい。本当かな。うん、お一人で。そう、スタッフエリアには顔を出さなかったんですか。そう。ほうほう、会話弾みませんね。いや、そういう場所じゃないからね。そういう場所じゃないのよ。そう、やれやれ。はいはいはい、会議が始まったのは正午、終わったのは4時。まあ揺さぶっとこうか。その間席を立った人はいませんか。いないわ。はあはあはあ、もっと喋りましょうよ。意義あり、それは意義ありでいい。証人はおしゃべりをしに来たわけではない。それはそう。まあ証言の邪魔をしないでもらおう。まあ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 、あなたもあなたもよ、ケンジさん。むやみに机を叩かないで、耳障りだから。すぐ叩くから、みつるぎちゃんは。ほんまにもうやめや、それ。つや思てんの、それしたら。それからリハーサルがあるから第一スタジオへ。はいはいはい、その5時のやつね。そう、疲れてたからうざいに運ばしたわ。あ、一旦ここもつついとくか。はいはい、それは何時頃ですか。忘れたわ。思い出そうという気はないんですか。ないわ。まあ会議が4時に終わり、リハーサルは5時から。まあまあその間のどっか。そうだよね、うん、まあ間に合うようにええ感じに行ったんでしょう。まあでもその頃には死んでたからな。まあそう、疲れたからうざいに運ばしたわ。まあこの時に何だっけ、胃袋さんと、でも結局殿様の服どこ置いてるんだろうね。車の中とかにあったりすんのかな。ちょっとわかんないわ。まあまあ揺さぶっときますか。ちょっと待ってください。うざいに運ばせたってどういう意味ですか。それってもしかして胃袋さんの死体のことですか。さっき言ったわ、ライトバン運転させたの、うざいに。なんかそれぐらい全然歩ける距離だけどね。そういえばそんなこと言ってたっけ。まあとりあえず殺したのが第二で、見つかったのが第一だから、そう、みんなが集まってくる4時から5時の間に死体を絶対移動させてると思うんだよね。うん、で休憩が、はいはい、この時間で、まあ、突っ込んどきましょうか。その時間は何を。さて、あれ、行かない。机を叩かないで。ふう、癖ついててうるさいわ。そうだぞ弁護人。あバカめ、バカ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 。休憩した時間は15分。うざいと一緒にコテージの前で骨付きステージを食べて、ステージ食べちゃう。いや、ここがさ、ちょっと気になるんだよね。骨なかったくない。それを証明してくれる人はいますか。うざい。いや、その他にね。十分でしょ、一人いれば。まあでもそこら辺はさ、ちょっと手組めちゃうわけじゃん。いやでもってことは、うざいもマジでグロなんかな。車で運転で行ったなら、休憩時間の間に事件が起こったとすれば、当然ステーキの食べてる暇はない。ステーキを食べていなかったっていう証拠はないかな。いや、骨付きがなかったのはそういうことでは。もう少したくさん喋ってくれるとありがたいんだけど。だから焼却炉の中にポイってやったんじゃね。最近使ってないって言ったからよくわかんないけど。相手はエリテプロデューサーだもんね。矛盾があるはず。オッケーオッケー。あ、最初からになっちゃった。突きつけるにさ、でもさ、あ、骨が残ってるっていう、これが証拠になるか。向こうのは残ってなかったもんね。これがもしかしたら食べてない証拠になるかもしれない。これでいってみるか。で、ここら辺突っ込んだ、ここで突きつけてみよう。骨残ってなかったよね。食べたふりしただけなんじゃないのか。でりゃ、だってそもそもさ、うざたくさ、食べてないって言ったもん。確か最初の証言で。ちょっと昨日だからあんまり覚えてないけど。で、後から言い直しで食べたって言い始めた気がする。嘘だからちょっと間違ったんじゃないか、あいつ。思った通り、そうきましたね。骨付きステーキを食べていた。ちっちっち。しかしそれはおかしいです。おい、来るぞ、きっと来るぞ、ブレイクが。どういうことですか?これを見てください。皿ですか?これはスタッフエリアのテーブルにあった皿です。ご覧のように大きな骨が残っている。
当然、そう当然なんだよ、みつるぎ、骨付きステーキなんだからさ。そう当然です。しかし思い出してください、コテージの外にあったテーブルを覚えてるかな、みつるぎくん。てか現場の写真ある？このテーブルの皿の上には骨は残っていない。そうだ、すげえ歯の持ち主か。あ、え、そんな顔すんの、いいって顔した。姫神さん、もし骨付きステーキを食べたのなら骨はどこ行ったんすかね。そうだよ、当然ですが骨が残ります。つまりあなたは骨骨も食べたんですよね。これちょっと一回言っていいですかもしかしたら、もしかしたらそうかもしれないし、これぐらいじゃバッドエンドになんないだろうから、骨も食べましたよね。骨も一緒に食べたんです。はっ、え、 BGM 止まった、合ってるってこと。じゃあどうしてそうなるのな、ほどくん。へへへへへ、さすがの私も骨は残すよ、こんなに食いしん坊なのにね。僕らって残すよ。なるほどくん、私も骨は残しますよ。もう一度お願いします。姫神の反応見たかったそんなわけないやないかーいの見たかったわ。まあじゃあステーキは食べなかったんですよ。今のはジョークです。あなたは休憩時間中ステーキは食べなかったのです。きっとステーキは焼却炉にでも捨ててしまったのでしょう。私もそう思います。はっバカめ。では姫神さんは休憩中何をしていたと。何をしていたかって、そんなの明白じゃないですか。決まってるじゃないですかこのバカな豚目、ピシッピシッってしてたってこと。まあそら隠すか殿様に会っていたんですよ。ダン、もちろん殿様に会っていたんですよ。あ、なんか後ろ姿いいな。静粛に静粛に。 まさかその通りです。うん、あ、めっちゃ悪役ステーキを食べるためコテージを出た姫神さんは殿様に出くわしたのです。そしてあなたは彼を殺害したのです、その手で。はっ、バカめ。もうこれで終わりだよ。弁護人、その発言は問題が。はっ、何があるんだ、言ってみろ。どういうことだ。なるほど、君は構わないわ。なんでそんな余裕があるんだ。私がやったと。え、なんで、なんでその、なんだ、なんか証拠があるのか。はい、面白いわ。久しぶりに退屈を忘れられそうね。強キャラ感出すのやめろ。いいわ、これからあなたと私の知恵比べといきましょう。え、なんかめっちゃ強キャラ感あるんだけど。何やめてや、ひるむやろ気持ちが。受けて立つぞ。なるほどくん、しっかりね。よし、行くぞ。姫神だ。ほんで確か凶器は殿様のスピアだったわね。はい、私見た通りか弱い女よ。こんな私が重いスピアを自由に扱えると思って。確かにでもさ、あそこの何花壇のところで殺すにしてはむずいよな。無理だと思うって言ってみる無理だと思うって言ってみますか。が最悪折れてるんだから、あの折れてる部分だけで刺すのはどう。まあちょっと一旦わからん、とりあえず無理だと思うで言ってみよう。まああなたでなくてもあれを武器にして戦うのは普通なら無理でしょうね。ふっ、分かってるじゃない。でもそんなことはこの際関係ないんですよ。え、でも花壇はさすがに無理な気がする。折れてるからそこを持ってやった説がどっちかっていうとまだいけるかもね。どういうこと。凶器は、ちょっと待って、違った、じゃあ花壇の方かな凶器は殿様のスピアではなかったんですが。そうだ、違ったんだからな。な、うん、さ、そうだ、実は殿様のスピアじゃなかったんだ。別に折れた部分を使ったわけないだろう。まったく、スピアは死体のそばに転がっていたのですぞ。証拠をお見せしましょう。殿様のスピアが凶器ではないという証拠を。
まあ、強いて言うなら折れてるってことかな。まあ、殿様スピア自体を出してみるか。ちょ、他がぽいのがない気がするから、持っていってはいるんだよね。うん、まあ、折れてるからっていうことにしましょう。くらえ！くらえ！くるくるくるターン！くるくるくるターンしないな。証拠は言うまでもなく、あれ？あ、こいつですよ。狂気そのものだと。いいですか？午前中の打ち合わせでこのスピアは一度折れている。え、でも科学的検証で形が全くこれに一致したとかじゃないの？違うんだ。折れたスピアを修理したのはおばちゃんです。ガムテープでね。そんなもので分厚い着ぐるみをつけた被害者の胸を刺せるわけがない。それに、あ、そんなに科学が追いついてないってこと？静粛に。弁護人どういうことだ。自分が何を言ってるのか。お黙り。私を無視しないこと。めどういうことかしら。自分が何を言ってるか分かってるの？殿様のスピアが凶器じゃないというなら、一体胃袋はどうやって殺されたというの？どうですか、胃袋さんを殺害した凶器を提示できますか？じゃあやっぱり花壇か。ほな、じゃあ花壇でお願いします。行きましょう。もちろんできる。できなければこんなことは言いません。いつもながらうさんくさいほどの自信ですね。今ちょっと若干不安な顔で進んでます。あ、この世界の警察ガバなんだ。なるほどね。なんか科学捜査的にわかるだろうって思っちゃったけど、これのここって刺せばきっといいよね。よし、これでいきましょう。突きつける。くれ！よし、いいぞ。この写真を見てください。なんですかこれは。階段の上にいるのは胃袋たけしですか。ちょっとかなり昔の写真なんですけど、あとどんなシーンかは考えないでください。さあ静粛に静粛に。騒ぎが収まらなければ審理を中止します。しますぞ。弁護人、どういうことですかこれは。今から5年前、撮影所で不幸な事故がありました。見ての通りの事故がね。このことは一切外部には知らされなかった。まあでも、なんか揉み消しただけで普通に死んだは死んだことになってるよね、きっとね。うん、うん、だけの秘密だったのです。それが今回の事件と何の関係があるのだ。三剣賢治、まだ分かりませんか。そう、お前はまだそこなんだな。階段から転落して鉄柵で胸に刺されたこの男を見て何も分かんないんだ、三剣くんはさ。ああやっとここまで来たか、三剣くん。 なんということだ。この事故があったのは今から5年前でした。それと同じことが、でも形状が明らかに違うから調べれば分かりそう。再び起こったのです。なんだって。なるほど。まあちょっと、なるほどね。はいはいはい。見た今の顔。いいですね。なるほど、くん、続けなさい。任せてください裁判長。事件のあったあの日午後2時30分、姫神桜はこのコテージの外で胃袋さんと会ったのです。そして彼女は恋か事故かは分かりませんが、胃袋さんをこうね、はい、突き落としたのです、鉄柵の上に。はい、なるほどなるほど、いいですよ。5年前、胃袋さん自身がそうしたように。うまくいくもんかねとも思うけど、うまくいったんですね。なるほどなるほど。じゃあ曲がってたのは別に今回の件で曲がったんだ、きっと。つまり被害者は胃袋たけしは自分が人を死なせてしまったそのやり方で今度は自らの命を落としたというわけか。そんなうまくいくか。まあいったんやな。うん、さあそういうことになりますね。ふよくできた話。その出任せの才能、うちの脚本家として欲しいわね。何度も差し直せば傷口は変わる。でもあの殺人捜査系のやつでさ、大体武器ってさ形が特定されない、こういう形状のこういうのだみたいな。だからまあ時代かな、時代とあとまあ世界観なんかなって思うから、まあ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 世界観ですね。うちの脚本家としての才能欲しいわね。何か反論がありますか。いい、あなたの言う通り
胃袋がコテージで死んだとしましょう。いやまあでも揉み合ってさ、女が勝っていけるもんか。まあいけるか。でも実際は死体は第一コテージで見つかったのよ。悪大官のぬいぐるみの中、着ぐるみの中からね、死体を第一スタジオに運んで着ぐるみの中に入れる。そんなの休憩時間の15分じゃ絶対に無理よ。うん、さあなるほどね。一体私はどうやって死体を始末できたというの。車であなた移動しましたよね。コテージでは2時30分から15分だけ休憩を取った。その間に胃袋だけしを階段から突き落として殺害し、第一スタジオから運んで着ぐるみの中に入れる。確かに時間的に無理があるな。いやでもしばらく置いといてから持っていきゃいいんだ。ふむ、確かに。いかがですか弁護人、死体の問題については。いや確か、いやいやいや、他にほやればやればできる。気合いね。他の方法、車でよくね、車で持っていけばできるで。まあ他の方法があったらできますか。死体を運び出す方法が他にもあったらどうでしょうか。どういうこと。何も無理に全てを15分に収めることはない。わざわざ車で移動したって言ったのもなんかいらなかったんじゃないですか、その発言。あなたには死体を運び出す方法が一つだけあったのです。はっ。いいわ、聞かせてもらいましょう。案外こいつのアリバイちょろいぞ。では弁護人、示してもらいましょう死体を運んだ方法を。これだね。はい、コテージだってこんだけでかいんだもん。乗るよ、くれ。姫神さん、あなたは死体を第一スタジオに運んだのです。このライトバンに乗せて。はっ。にちゃり。あなたはさっきこう証言しましたね。会議の後リハーサルがあるから第一スタジオへ。疲れてたからうざいに運ばせたわ。ライトバンがあったでしょ、うざいに運転させたの。プププププ、それがもう答えなんだよね。あなたはライトバンに死体を乗せて第一スタジオに行ったんだ。そうだよね、まだみんな集まってないですね、4時とかなら。そしてみんなが集まる前に死体を着ぐるみに入れたんです。でででん、そういうことだ。はっ、意義あり。なんだ、言ってみろよ。ちょっと待て、ライトバンを運転したのは宇佐井監督。いやあいつもグルだ、見た目でわかる。弁護人は宇佐井監督が共犯だったというのか。え、共犯と思うけどな。バン、そもそも無理やろ。一人で仮に最初に一人だけ先にコテージレードをして殺しちゃって、刺さっちゃって、それを抜いて見えないところに移動させた上に拭いて、まあ先に車に入れたんであれなんであれ、そこまでを休憩になったらみんな結構移動しちゃうだろうから、誰にもバレないで一人でやるのは無理だと思うから、共犯でいいか。共犯にしちゃおうかな。さすがに無理な気がする。時間とかもろもろで共犯でいこう。当然宇佐井監督は共犯です。死体をライトバーンに積み込むのも着ぐるみに入れるのも姫神さん一人では無理ですからね。それに殿様の着ぐるみも始末させたんじゃないですか。胃袋さんの血がついていますからね。おそらくあの小さな焼却炉で焼いたのでしょう。まあそうやって焼いたらね、何もなくなるからね。どうですか姫神さん、まだ続けますか。あれ、なんか思ったよりちょろかったな。あれ、もう結構、え、まだある。あなた見かけ以上にやるわね。え、ふ、え、あ、いや、分からせられた顔しろ、分からせの顔しろ。私の負け、楽しかったわ、やった。え、どうなの。何？終わり？あの、それで？ん？そうじゃありませんよ。何か言うことはないんですか？何を言えばいいの？え？負けましたわーとか、なんとか。いや、それも変だろ。
それならさっき言ったわ、確かに私の負けって言った。え、じゃあ有罪ってこと？つまり姫神さくらさん、あなたですね。胃袋たけしを殺害したのは。あれん、わからないわ。まあでもまださ、殺したとまではわかんないよね。事故で落ちた可能性ないか？事故は無理か？は？なんでそうなるのかしら。いい？私、あなたと知恵比べをしたのよ。その結果、ああ、確かに私、犯行は可能だったみたい。その通り、証拠はないよってことね。その通りです。でも、それはあくまで可能性の話。証拠となればまた別よ。決定的な証拠、ないじゃない。確かに。決定的な証拠ない。確かにない。なんですって！確かにないんだよね。だってまだ事故の、確かに今言ってたのが合ってたとしても、殺したまではまず分かんないしね。仮に合ってても。三剣賢治、どう思われますか？もちろん証人の言う通りである。いやでも三剣も別に悪を憎んでるんだろう。うん。確かに極めて怪しいが、証拠となると、ない。はっ、三剣のやつが迷っている。ちょっとね、両親の呵責というやつですよ。このままだと、犯人を逃しちゃうことになりますからね。どうしたのかしら。私は今日、証人としてここに来たのよ。質問がなければもう帰るわ。やばい、帰るな。かっこえ。そう、どうする。あなたがやったんだ。いや違う、もう一度証言してもらおう。もう一度証言をお願いします。あらを見つけよう。もう一度です。あ、違う、あなたがやったんだって言うべきだった。もう一度ですか。諦めの悪い男。いいかしら、私もう一度証言をすることになってもさっきと全く同じことしか言わないわよ。それこそ一言も漏らさず完璧に同じことをね。何？そうしたらあなたはどうするの？この女強いのだ。同じ質問をして同じ答えを聞いて、時間の無駄を捕まえ、どうしたらいいんだ。くそ、今度こそ、これまでか。なんかあるか？考えよう。なんかある？あ、終わっちゃう。では、質問もないようなので。終わっちゃうんだけど。今日最終日だよね。困る。これで姫神さんに対する質問を終了します。嫌じゃ。あ、意義あり。三つ抜きが、あっちみっちゃん、どうしたん？みっちーどうしました？三剣賢治、異議を唱える間に何か質問を考えようと思ったが思い浮かばなかった。ミッチも分からんかったか。そうですか。では今度こそ異議あり。あ、来た、お待ちいただこう。ミッチ証人、もう一度証言を。おい、二人で完全に行くぜ。三剣ダブルアタックだ。あなたは確か検事でしょ。なんでそんなにすごく私を。とにかくもう一度だけ証人の話を聞きたい。どういうことなの裁判長。さっきと同じことをまた繰り返すのかしら。三剣検事、同じことを証言してもらうわけにはいきません。どうしたらいいんだ。一体何を証言してもらうのですか。どうすんの三剣。それは三剣がどんなことを捏造しても犯人をでっち上げようとする三剣が揺れてる、正義の間で。犯人をというか、有罪をでっち上げようとする三剣が。そうだな。その、ダン。死体を発見してからの、後のことを聞きたい。なるほど。死体を見つけてから、後。わかりました。では、証人、証言をお願いします。なるほど。死体見つけた後か。ふぅ。なるほど、くん。どうして三剣賢治が？いや、まあいつもちょっと思うとこあんのよ。さあね、あいつにも分かったんだろ、誰が犯人か。やるじゃん。
いいじゃん、ちょ敵じゃない、共闘の感じ、あっち。でもでも被告人をみんな有罪にするのが俺のルールだってね、言ってたのにね、ふふふふふ、偉そうに言ってたのに。みつるぎ、あいつもいい飯してきたじゃねえか。死体を見つけた後のこと。死体を見つけた時は宇佐井や警備員の大場がいたわ。ああ、スタッフの子もいたし、いなかったのは煮干しだけ。なるほど。すぐに警察を呼んだわ。煮干しも遅れてやってきて、警備員の大場が大騒ぎだった。こいつが犯人だって、まあ、見たんだもんね、その姿。私はその場にいなかったことにしてもらって、一旦コテージに台本や演出ノートを取りに戻ったわ。やっぱりでもさ、いなかったことにしてもらったの怪しすぎないかっていうか、ダメだろっていうのがある、そしてその日はそのまま帰ったわね。今なんか取りに帰ったのか、まあそれはいいか。ん、あ、そうか、取りに帰れるか、帰ったわね。うん、なるほど。ふむ、この証言特に問題があるとは思いませんが、でもう一回、もう一回聞いてみよう。あと一押しだよ。あの人強がってはいるけど。なるほどくん、もう追い詰めているんだから。よし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 、頑張るぞ。よし、ちょっと座り直すわ。よし、いて、足打ったわ、頑張ろう。よし、はいはいはい、とりあえずどんどん揺さぶっていこう。死体を見つけた時は宇佐井や警備員の大場がいた。まあここは間違ってないでしょうね。それは何時頃のことでしたか。リハーサルの集合時間も5時だったから、その頃だったと思うけど。あなたと宇佐井監督は何時にスタジオへ。その10分前ぐらいかしら。死体を着ぐるみに詰めたりなんかはしなかったわよ。まあそれはそう言うでしょうね。ああ、まあまあ、じゃあ揺さぶれるなら揺さぶっておきますか。姫神さんがスタジオに着いた時、他のスタッフの皆さんはまだいなかったわ。じゃあ犯行可能だったよな。それならば宇佐井監督に手伝わせて死体を着ぐるみに。お待ちなさいな。だからさっき言ったでしょ、死体を着ぐるみに詰めたりなんかはしなかったって。人の話はよく聞くものよ僕。いらいら、分からしてやる、分からしてやる。僕証人続けてください。スタッフの子もいたし、いなかったのは煮干しだけ。まあね、寝坊したからね。まあ聞いておきましょう。煮干しさん昼寝してたんですよね。本人はそう言ってるわね。誰も呼びに行かなかったんですか。死体、まあまあまあ、そうか、死体あったんだもんね。死体を前にしてそんな冷静でいられるわけないです。それはそう、それはそうです。殺人犯だって言われてもそんなに冷静なくせに。いやまあでもあれ、あいつ寝坊して来なくないとは一旦そこではなんないよな。よく言うよ、もっと揺さぶってみる。なんでこんな揺さぶれるんだ。もう一回揺さぶってみるか。そんなにここで怪しい点出るように思えないんだけど。ちょっと待ってください、それは逆じゃないでしょうか。逆？殺人が起こって一人だけいない人間がいたんですよ。ああまあ怪しいか。探しませんか普通。いやそんな余裕あるかな。ふむ、その通りですね。いかがですか。別になんかみんな探偵ではないからさ、それに気づくのって結構経ってからな気がする。いかがですか証人。ふん、そりゃ理屈はそうかもね。でも実際に私たちそれどころじゃなかったの。それに煮干しは殿様の着ぐるみを着ないといまいち目立たなくて、あんな図体でかいのによくロケバスに置いていかれたり していたわ。かわいそうな煮干しさん。ふむ、それじゃあしょうがないですね。では証人続きを。すぐに警察を呼んだわ。煮干しも遅れてやってきて。ちょっと もう一回次見ていい。警備員の大場が大騒ぎだった、こいつが犯人だって。ちょ、一旦一周していいか。ちょっと待って、ね、私はその場にいなかったことにしてもらって、こことこれが気になるので、なんかね、じゃまずここが消したのがまずダメなことだし、揺さぶれるポイントで、でこっちが台本持ってなかったやんっていうのがあったりして、でもまあでも日付変わったからまたどっかに置いてもおかしくないなあ。うん、そうかも、うん、じゃ一旦こ、いやどうしようかな、一旦ここと次のやつ揺さぶって、ダメだったらもう一周前半の方行ってみようかなと思います。まずここ、なんでそんなことしたんですか。
いなかったことに。そう、他の人は取り調べを受けたみたいだけど、私ああいうの嫌いだから。嫌いとかじゃないんだよね、そういうのは。なんでそんな自分勝手なことを。エイト事務所の人間は思いやりがあってね、会議をしていた私たちが犯人のはずはないからって。いや、あーまあでもし、あーいや、うんーまあ、いやでもダメだろ、かばってくれたの。よく言うよ、会議に出ていたのは偉いさんにスポンサー、どうせ例のプロでも使ったんだろう。そのプロに黙らせたってことか、プロで脅したりしたってことか。一旦コテージに台本や演出ノートを取りに、わかんないの、待って、でもさ13話のがないからって取りに行ったけど、13話が最新話かもよく分かってないんだよな。いやまあいいか、一旦揺さぶろう。てかもっと強く揺さぶれなかったから関係なかったのか今の。台本や演出ノート大事なものよ、盗まれちゃまずいわ。じゃあなんでそれリハに持っていかないんだよ。まあそれはそうですね。あ、揺さぶれる。ちょっと待ってくださいよ、そもそも第一スタジオにはリハーサルのために来たはずです。なんで台本やノートを持っていかなかったんですか。まあワンチャンプロデューサーが全部やってた可能性もあるけどね、基本的にはリハーサルなんかできないって思っていたから。え、なんで、どうしてです。あー、足くじいたからってこと。ん、殺人があったでしょ、何にしても。え、だって行く時点じゃ分かってないでしょ。おやおや、うん、尻尾見せたな、うん、おかしいよな、殺人が起きたって分かるのはついた後のはずだよね。よ、見つけた、隙の板。ガシー掴んだわ今。リハーサルなんかできるわけない、うん、なんで事前にしてるのかな、うん、まあそりゃそうか。いやおかしいぞ。ふむ、え今でもまだいいやりできないからの証言を続けてくれ。あ、来たか証人。待って、あれ取られた、意義あり。え、あれ、それ取られた。うちのだぞ、お前取るなよ。今の発言には問題がある。なんだって。逆なんよ。逆なんよ。よろしいか、言ってやってよ。リハーサルがないと思ったから台本を持っていかなかった。それではまるで、言ってやんな、コテージを出る前からすでに死体があると知っていたようだ。そうだよな、ミツルギな、あふさふさしてやろう、この胸元のやつワシワシしたろな、下から吹いて風で上に持ち上げてやろう。来たで、静粛に。ミツルギ刑事、今一瞬のハーン見れて嬉しいですね。いいぞ、もっと分からせてやれ。今の発言ですが、確かに指摘の通りです。そうだよね、そう、まあ気になるところは分かる、裁判長の言いたいこと分かるよ。しかし検察側の人間の取る行動とは思いません。それはそう、うん、まるで、そう、弁護人ではないですか。うん、それはそう。あ、ペコ、ご心配いただくのはありがたいが、私の取るべき行動を決めるのは私だ。さあ証人、答えていただきたい。三つ月さん、おい、主人公変わったって。三つ月に助けられた。検事は弁護士とグルってわけ。まあでも司法として良くないよね。まあいいわ、私そういう意味では、そういう意味で言ったのではなくてよ。ほう、どういう意味かな。リハーサルがないと思ったのはそれなりの理由があるわ。え、本当、殺人って言いましたけど本当に、言ってみ。ふむ、では証言を修正してもらいましょう。怪我した胃袋にアクションを無理に、なるほど、怪我した胃袋にアクションは無理だから持っていかなかったの。なるほど、午前中に入って、まあいいか、そう、一旦揺さぶろうか。うん、どうして怪我のこと知ってるんですか。どうしてって、うざいよ。そうだよね、いなかった、今一瞬いたっけと思っちゃったもん。あいつから聞いたわ、うざい監督か。ちょっと、なるほどくん、今の証言よく聞いて。なんか変だよ、え、何か見落としたか。ここで何かを見つけられなかったら今までのことみんな無駄になっちゃうんだよ。もう一回見るわ。なるほどくんを信じてる。だからなるほどくんも死体を見つけた時は
あ、これはいいね。これは良い。はい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 。で、スタッフの子もいたし、いなかったのは煮干しだけ。はいはいはい。すぐに警察官の煮干しも来てやってきて、警備員の大和さんはこいつが犯人だって。私その場にいなかったことを言ってもらって、一旦コテージに台本やドリルに戻った。あれ、これで次に、あ、怪我した胃袋のアクションは無理だから持っていか、怪我したのはこれ荷袋ですわ。荷袋煮干しだ。間違って聞いてますね。間違った情報になってますね。オッケーオッケーオッケー。じゃあこれで、あれ、怪我した情報ってないよね。ないから揺さぶるか。どうして怪我のこと、いや違うんだよな。あれ、煮干しが怪我したのを殿様スピアに書いてあったっけ。とりあえず聞いてみますか。どうしてって、もうここに、ね、宇佐井に聞いた。宇佐井監督か。おかしい。あれ、突きつけれるものがあるんだな。オッケーオッケー、ごめん。もう一回飛ばします。こうで、ここで、ここね、突きつける。あれ、煮干しさんが怪我したやつってあったっけ。こうで、ほんほん、ない。はあ、胃袋、事故、あ、これ絶対違う。これ無理、違う。足傷たやつ違う。解剖記録に怪我のこと書いてないじゃんって言えばいいのかな。おい、怪我した胃袋のアクション、そこが違うんですけど、どうすればいいんだろう。一旦、でもこれはこっちで行ってみるか。一旦ね、意義あり。この証拠品は、あ、いけたか。今の証言の矛盾をはっきり示しています。その証拠品のと今の発言がどう関係するのですかな。しませんか。ダメか。あれ胃袋さんは怪我してないんですけど、はて、怪我した胃袋にアクション無理だから持っていかなかった。ん、胃袋さん怪我してる。ちょっと待って、今コメントを見るとね、ネタバレがすごい気がして見れない。ちょっと待って、ね、考えるわ。ん、怪我した、なんでそんなことになったんだ。関係ない。シンプルにここで引きずって歩いてたから、この胃袋さんは監視カメラの後もずっと足を引きずって煮干しの真似をしていたのかな。姫神の前でもっていうこと。その状態の姫が状態のを見れるのは犯人だからみたいなことなのかな。まあ、それで行ってみるか。あー、見ちゃった。これで行ってみましょう。はい、怪我をした、あー、あー、当てたっぽい。怪我をした胃袋さん、ちょっと待ってください。怪我をしたのは殿様の方、煮干し三郎さんなんですよ。そう、なんだって。あ、知らないんだ。そうか、裁判の状況知らんか。なるほど君、どういうことですか。確かに胃袋さんは足を引きずっていた。これカメラの前だけじゃなくて最後までやりきってたんだね。なるほど。しかしそれはあくまで煮干しさんのふりをするためだった。あ、もしかしたら普通に姫神さんの前でも煮干しさんのふりをしてたのかな。てかそもそもなんでこの格好をして向こうに行かされたかが分かってないから、まあ、いや一旦行ってみましょう。どういうこと。午前中の打ち合わせで確かに怪我人が出ました。しかしそれは煮干しさんであって胃袋さんではない。なぜあなたは怪我したのが胃袋さんだと思ったんですか。そう、あの人がね、そう、胃袋さんが足を引きずって真似をしているのを知ってるのは犯人しかいない。そういうことだ。さあ、うざい、
ウザイに聞いたんだよ。そうだ、あいつが勘違いしたのさ。これさ、ウザイさんに全然罪なすりつけそうじゃない？それはありえません。ウザイ監督は打ち合わせに参加していました。だから煮干しさんの足の怪我のことはよく知っています。そうだね、間違いないよね。彼が間違えるはずがない。姫神さん、あなたは聞き間違いをした足を引きずった胃袋を見た、そういうことですよ。でもそれが見れるのって、おやおやおや、犯人だけなんですよね。あなたは実際に足を引きずっている胃袋さんを見たんです。しかし怪我をしたのは煮干し三郎のはずですが、ここで思い出してほしいんです。胃袋さんも足を引きずってたじゃないですか。なんで煮干しさんのことは煮干しってカタカナで書いてくれないの？煮干しさんのふりをするために。はいはい、うん、はっ、あれはいつだったか。それは、いや、二人協奏曲、二人で殿様の着ぐるみを着て第二スタジオへ向かい、そして殺害されるまでの間だ。その通り。姫神さん、あなたは足を引きずった殿様と会ったのです。はいはい、殿様の着ぐるみには胃袋さんが入っていた。だからこそあなたは胃袋さんが怪我をしたと勘違いしたのです。デリアー、よしよしよし、いけたいけた。はあ、なるほど。静粛に。商人、何か反論は？ふう、さあ今度こそ反論なんかできるわけないさ。てん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 、じゃあ聞かせてもらおうじゃないの。でもさ、まだこの人が殺したまでは分かんなくない？あったのは分かったけど、真犯人というものはどうしてしつこいんだ、こうしつこいんだ。私が胃袋の死を望む、その理由は何なのさ。あの写真でなんかあるんじゃないのか。落ちぶれていたとはいえスターだったんだよ。あいつが死んだって私には何の得もないじゃないか。ふむ、動機というやつですな。それで言うとね、全然あの煮干しさんも動機ないままやられてたんですけどね。確かに彼女がなぜ被害者を殺害したのか、その理由はまだ明らかにされていませんな。いかがですか弁護人、ズバリ動機を証明することはできますか。ちょっと一旦法廷記録見ていい？まあでもこれな気が、これもう一回見てみる。この時すごい顔してるんだよね。これさ、いやもう分かんないけど、殺したの、いやでもそれなら違うよな。ちょっと分かんない、これ何。いやまあいいか、これなんか被ってたやつかな。もう一旦これを持たれていたら困るみたいだから、一旦これかな。他がパッと浮かばないから、うん、それでいきましょう。もちろんできるもちろん、それはね、大丈夫かな。事件の時物語証拠品はこれ、提出してみましょう。なんか妙にね、この写真に固執していたので何かしらあるはず。証拠はこれです。殺そうとしたからね、これのためだけに。これはさっきの写真ですか。案外この人が、分からんな。これが今回の事件の動機を物語っているのです。はっ、そうですね姫神さん。これなるほどは分かってんのか。でも何かしらあるってことだけは分かってるもんね。5年前スターダムの頂点に立っていた胃袋さんは姫神さくらの力で事件をもみ消してもらった。今回の事件はその時から始まっていたんです。なるほど。皮肉なことに胃袋さんはこの事故をきっかけにスターの座から転落することになってしまいました。罪の意識があったのだろうな。しかし姫神さくらはそんな胃袋さんを利用した。はあ、格安のギャラで胃袋さんを散々こき使ったのです。そうね、ふん。では今回の悪大官の役も胃袋さんにしてみれば屈辱だったでしょうね。顔も出さないしね。うん、ちょっと待ってください。なるほどくん、さっきからあなたは胃袋さんの話ばかりしている。これではまるで胃袋さんが姫神さくらさん、姫神さくらを殺害したように聞こえます。
ふむ、しかし姫神さんの方はどうなんですか。そうさ、あんたの、それでもしかしたら胃袋さんはあの殿様に罪を着せて姫神さんを殺そうとしたんだわ多分。あ、そういうことか。あ、なるほどね。それで揉み合いになってなったんだ。そうだ、どっちにしろじゃあ殺人事件起きてたんだな。なるほど、そうだよね。別にもともと殺したかったらさ、こんなめっちゃ人がいる時に姫神だってやんないし、なんならさ、あのプロを使って殺してもよかったわけじゃん。でわざわざこんな殺し方したのは予想外の出来事で、多分胃袋が今回脅されてそれしたんじゃなくって、そうだわ、殺そうと思ったんだ、多分そういうことだわ。あんたの話によれば私にとって胃袋はいい金づるじゃないか。そんな都合のいい男、私は手放したくないね。そうだね、弁護人、彼女の動機を教えてください。動機ないと思うんだけど、今ので言うと動機じゃなくて、あくまで襲われたから言ったんだと思うな。うん、動機などないって言おう。動機ない、初めて減ってるの見たさっき失敗したもんな動機などない、彼女に動機なんかありません。なんですって。彼女はただ階段から突き落としただけなんです。殺意を持って襲いかかってきた。あ、そうだから、そうだね、あの脅してた、はいはいはい、証拠をなくしたかったんだ、はいはいはい。殺意を持って襲いかかってきた胃袋さんをね。なんだと。簡単なことです。殺意があったのは胃袋さんの方だったんですよ。なんだって。よし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 、そういうことだわ。いいですか、これも全部自発的にやったことなんだ。睡眠薬で煮干しさんを眠らせた。はいはい、美味しそうに食ってる、うめうめっつってはいはいはい。で煮袋だけしは楽屋に忍び込み着ぐるみを盗んだ。はいはいはい、こんなややこしい仕方しなくても殺せるもんだって。はいはい、胃袋だけしはそれを着ておばちゃんの目をごまかした。はい、でそうだからずっと本当にこの人の前でもそのふりをし続けてたんだ。そして胃袋だけしはコテージへ向かった。一体何のために。そう、自分を散々利用した姫神さくらを殺害するためです。くれーデリア、よし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 、どうなるどうなる、来い来い、バキはっはっは、どうなる、はっはっ、もっともっと見せて、もっと見せて、あれ、あなたがやったんですね。え、穏やか、一番穏やかな顔すんだよ、見て。え、そうよ、犯人はこの私よ。ブレイクしない、この私が。ああ、ホワイトアウト、医者だ、早くしろ。すごい血だ、もう手遅れじゃ。あ、姫神さん、これは一体どうしたの、何があったの。これは監督の声、スポンサーたちいたのかな。匠さんがコテージの階段から落ちて、あの時、あ違う、これは匠くんって、あこれ昔の話だわ、5年前だわ、匠なんていないわ。匠くんってなんか関係あったのかな、なんか関係あったかもしらんね、姫神さんと。姫神さん落ち着いて。嘘よ、一体どうして。事故だったんですよ、胃袋さんのアクションシーンで。匠くん、これなんか普通の関係性じゃなくない、そういう恨みもあったのかもしれんね、もしかしたら。さわちらめです、姫神さん。いやー、いや、これはただな、少なくとも友達またはそれ以上の関係だろう。死なないで、お願いお願い。いやー、とりあえず大切な人ではあったんだ。なるほど、でもそれをもみ消したんやね。まあなんかとりあえずその人も俳優だっただろうし、その恋人か、まあわかんないけど友達か、
そういう不名誉な感じは良くないって思ったのかな。まあまあなんであれ、おめでとう。なるほど君、私の負けね。いやー、復讐やったんかもな、うん、三剣源氏、姫神桜を控え室に。あ、え、あ、その5年前の詳細ないのかな。冷静なものだ。いやでも今のなんか聞くと、なんかめっちゃ取り乱すブレイクシーンが見たいなんてなんか言えないな。なんか普通に今かわいそうになっちゃった。まあかといってね、ずっと脅すのもとは思うけど、あ、だから殺したんだって思ってるのも、あー、いやでも殺したって思ってるならめっちゃ許せんよな。実際どうかわかんないけど、少なくとも姫神さんは殺したって思ってるんやね、胃袋さんが。そうですか、なるほど君。はい、どうやらまた奇跡が起こったようですね。はあ、それは違う裁判長、煮干し三郎は無実だった。だからそれが証明された、当たり前のことだ。みつるぎちゃんみっちゃんそうですね、その通りです。では煮干し三郎に対する判決を言い渡しましょう。無罪でんでん。いいですね。わーい、その体勢おもろいからやめて。シャンとシーシャンとあんた。では本日はこれにて閉廷。なるほど。10月20日午後1時12分地方裁判所被告人第三控室。これ結局詳細は明らかになんないのかな。もう何と言えばいいのか。いやでもさ、これはこれでさ、憧れのさ俳優さんにあれだよ、罪を何着せようとされてたんだよ。なんか無実の罪を、それ辛くないか。もう何と言えばいいのか、本当お世話になりました。しかも一緒に働いとってさ、辛いやろ。よかったですね。はい、ただ胃袋さん、僕の着ぐるみを盗んだってことは、いやそうだよね、そうなんだよ、姫神プロデューサーを殺害してその罪を着ぐるみごと僕に着せようとしたんでしょうね。そう思うよ。着ぐるみごと、いやうまく言うのやめてそれだけが悲しいです。いや悲しいよ、憧れだったのに。なるほどさん、どうして、あ、はい、教えてください、どうして胃袋さんは僕に罪を。いやまあ普通に羨ましかったんじゃないのか。まあちょっと証拠品見せるか。僕の考えを言いましょう。こういうことじゃない？多分主役で有名でみんなに応援される大好きな殿様んで、自分は悪役で悪いやつで倒されるべき相手、毎回殿様に倒されるっていう、多分こういうのがやっぱり辛かったから、まあ割と誰でもよかったかもしれないけど、選ぶなら殿様だったんじゃないのかなっていう気がするけど、不正義の皿見せても意味わかんないもんな。だからこれでどうしよう。みん、あ、バッチ、え、バッチにしたらどうすんだろうスピア、え、背負っとしたのは、いや羨ましかったんじゃねって思うんだけどな、違うかなみんなバッチ好きやなここで改めてサルマゲドン、わなこめ許せねえよ。信じるときあるからな、気をつけろ。とりあえず見してみるか。ここ外すの恥ずかしいけど、間違ったらどうしよう、まあ、とりあえずこれ言ってみるわ。一旦浮かんだのこれだから、暗い暗いじゃねえのよあーだよね、それはあなたが殿様だからですよ。進んだ進んだ。どういうことですか。胃袋さんはかつて大スターだった。なのに今は子供番組の、しかも悪役です。子供たちは殿様が大好きです。あ、もうマジで一緒よ。もうなるほど君とめっちゃ気が合う。だから彼はあなたを憎んでしまったのでしょう。やっぱりですか。まあ妬むが近いかな。別にあなた自体が嫌いなわけじゃないと思う。
一言言ってくれれば。言ってもどうもならないじゃんね。いつでも変わって、いやもうそれもなんかちょっと多分違うんじゃないかな。違うと思うわ。それはそれでプライドが許さない気がするよ。そういう問題じゃないと思うけど、うん、まあいい人だからあんまりわかんないのかもね。そういう人が妬ましく思う気持ちとか。ありがとうございます。これでこの事件ともきっちりお別れできそうで、合ってたっぽいね。よかった。これバッチ見せてたらどうなってたんだよ。はい、よかったな。おめでとうございます、ニボサブさん。いや、ははは、あ、よかった、いい笑みや。皆さんのおかげで殿様を続けられます。え、こうなってくるとじゃあもう続けてほしい気持ちもあるけど、プロデューサーが、うん、しかもなんか、いやなんか二人、なんか少なくとも悪大カーンの人も殺そうと思ったわけで、なんかやっぱ作品としてちょっとなんかもろもろ難しいような気がするけどね。漏れんかったらいいかもね。うん、う、早くあの汗臭い着ぐるみを。いやでも多分無理なんじゃないかな。言わんでもいいんじゃない。うん、どうかしましたか。あ、いえ、なんでも。あ、なるほどくん。みつる、みつるぎ源氏が、はっ、なんかあれ、あ、前もこの角度あったか。あったな。なに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 、あ、え、やっぱ顔いいよな。なるほど、何か言え。お前もなんとか言えよ。なんだよ。え、苦手なのだ、世間話で。え、可愛いんだけど。やめろ、好きになったらどうするんだ。苦手なのだ、世間話。は？好きだが。え？あ、ああ。そんな顔で世間話を迫ってくるな。残念だったな、三つ振り。それ世間話じゃないのよ。世間話じゃないのよ。下手なんよ、お前も。いきなりそれか。あ、ありがとう。君の協力がなければ姫神に逃げられるところだったよ。あ、恐縮です。煮干しと申します。む、三つるぎと申します。いつもテレビでご活躍を拝見しております。これお世辞かな、マジで見てんのかな。まあ、でも有名だから見ててもおかしくないよね。嘘つけ。あ、嘘みたいです。まあ大人ですからね、嘘つきますよね、こういう時ね。うん、なるほど。私たちはこうして再び出会ってしまった。再び？なんか知り合いっぽかったもんね。しかし出会うべきではなかった。なんか別に私そういう思考がめっちゃあるわけじゃないけど、この二人のカップ人気だろ。そこまでのそういう思考が強いわけじゃないんだけど、多分おそらくメイビーこの二人のカップリングは人気だと思う。おかげで私の中に余計な感情が蘇った。いやてかね、みつるぎさんがね素敵だわ。てか、あの、なるほどくんとなんか若干なんか性格の違いもあって、二人が、てかそれと、やっぱりこの三人がなんかつるんでるとこ見てみたいな。うん、おかげで私の中に余計な感情が蘇った。余計な感情、不安、そして迷いだ。まあ、今まではねそういうとこに迷いなく犯人は悪いから有罪ってのがあったんだろうけど、もしかして無罪の可能性がみたいなのが浮かんだんかもしれないね。それは余計な感情じゃないだろう。私にとっては邪魔なものだ。いいか、なるほど龍一。え、もう二度と私の目の前に現れないでほしい。でもいや、それは本当に選べるものじゃないから。担当したものがお互い一緒だったら会ってしまうので、うん、それだけ言いに来た。めっちゃいいキャラしてる。二人何があったんだろう。あの、なるほどさん、いや蚊帳の外だったよね今完全にね。うん、今の方お友達なんですか。どういうことが昔あったんだろうな。うん、そんな友達なわけないじゃないですか。いや、友達だったんじゃない。敵ですよ敵ね。なるほどか、今はね。
いや、やっぱ昔は友達だったんだ。なんでそう思わせぶりなこと言うかな、教えてよ。終わる？あ、びっくりした。もっと聞かせてよ。何があったの？めっちゃ気になるやん、教えてや。こうしてこの事件はついに幕を下ろした。しかも結局姫神さんとあの亡くなった匠くんの関係性が分かんなかったよ。でもあの感じ、ただの出演者となんかそういうプロデューサーみたいな感じじゃなかったと思うね。大切な人だったと思う。でそれで亡くなって自分で復讐したいって思ったのかな。わざわざそのなんか揉み消したりしたのはさ、それが一番もしかしたら復讐って思ったのかもしれん、胃袋さんに対して。ちょっとわかんないけどね。まあちょっとここは考察の範囲内だなと思うんですが。なるほどね。僕が法廷でぶちまけた胃袋さんの事故は大きく世間を騒がせることになった。しかしその結果、エイト時撮影時は再び方針を変えて、子供のためのシリーズは続けられることになった。でもプロデューサーも多分この感じだと監督も捕まるでしょう。よかった、あいつ捕まって。そっかそっか。まあでも主役になんかあった。本当に始まるのこれ。なるほどくん、今日だよ新番組、一緒に見るんだからね。しかし本気でやるとは思わなかったよ。でもしかもこれ考案したの監督じゃないの？アイディアだけ取ったの？それでも監督は捕まるかったのか、なんだ。なるほどくんも買うんだよトレーニングカード。キュータくんやスタッフの子トレードするんだから。はいはい、分かったよ。でもよかったねリボサブさん。また主役？主役なの？この中の？まあでも着ぐるみって多分大きいんだもんね。いいのか、ほなら主役なんだ、この中にいるんだ。じゃあ結構女性的な動きも得意なんだね。今度こそ顔出るか。いや出ないだろ、出ないだろ、一番出しちゃダメだろ。ますます出ないと思うよ。だよね。なるほどな。何どういう状況、誰これ、魔王みたいなのいるんだけど。何、魔王やん、テレレ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 レ。何、あと鳥と喋ってるこのご老人何。いやこれでね、これクリックしたらこの画面に行くといいんだけど、これクリックすると始まっちゃうんだよなっていうね。なので今のうちにしっかり見ましょう。これはカメラ持ってるのか、なんか左手に持ってるね。あ、これ双眼鏡か。双眼鏡と、いやこれ何、でっけえ双眼鏡か、ちょっとわかんないね。どうしたん、頭つかまれそう。何が起きてるの、この鳥さーんみたいな人。何、逆転、そしてさよなら。さよなら、何が、三つ剣かこれは。いやでもこういうさ、こう気持ちを開きかけた瞬間、こういうのやっぱこうなるもんなんだよ。いやこれもしかしてなんか、何、三つ剣剣士なんかとりあえずやばいこと起きるだろう。っていうかなんで剣士みんなこのふわふわつけてんの。逆になんでアウチはつけてなかったの、一番最初の。なんなんこのふさふさは。偉くなった、できるやつはこれつけるの、もしくは血族か。家に帰って館を継ぐのじゃって言われてる感じ。どういうことなんだ、わかんねえ。てか新しい裁判官の可能性ある、どうなん。冒頭だけ見せ、冒頭、これだからやばい裁判官で、いやちょっとわからんね。いやラスボス感はやばい。いやまあわからんけど、裁判長なんなんだろうね。
次回予告じゃほんのちょっとだけ見る、見ようか、ほんのちょっとだけ見ようか、先っちょだけ見よう。オッケーオッケー、クリア保存して。そう、個人的にはなんかつながりを感じる、みつるぎさんとの指定っぽさある、うん、か全く関係なく裁判長のやべえやつ。でも裁判長のやべえやつ出てきてもなんかなんだろう、それで検察側をいじめたからってなんやねんと思っちゃうから、私弁護側だしね。じゃあ楽に終わるわ、ほいって終わっちゃうから。さあ、じゃあ一番上に戻って逆転、そしてさようなら。うん、ちょろっとだけ見てみよう、ちょろっとだけ。次回予告です。何、どういうこと、何15年ぶり何これ、そうなります、何これ、君には想像もつかないだろう。何が始まる。この15年間私がどれだけ苦しんだか、あなたが苦しんだ、どっちか死ぬな。そして今、みつるぎ死ぬとかある。そう、君に復讐する。待って、あいつ殺人犯ってこと。パン、毎回被害者も映ってるもんね。違う、待って、ミスルギがやってる。待って、誰よ、あのおっちゃんを死してなお、あの強そうな感じじゃ、何、誰を殺したの。あの画面に映ってたので死にそうな人ってさっきね、今のとりあえずオープニング終了なんですけど、じゃもう一回表紙見に行こう、一旦ここでまあ終わってしまうとして。え、誰が死ぬんだ。なんかまあありえるとしたらこのおじいちゃんなんかな。あ、カメラと双眼鏡だ。この人殺したのかな。今まで毎回さ、殺した人てか登場人物が全部出るんだよ、あの死んだ人含め。じゃあこの人が死んだんだ多分。じゃあこの人かな。でもとこの人死んだのかな。鳥、わかんねえ、全然わかんない。15年って何、わかんねえぜ。3話出てなくない。3話はこの悪大カーンが死んだやん。まあ中の人は出てないんだけどさ、悪大カーンのこの中の人が死んでて、これは千尋さんが、でこれはこの人が死んでるよね、明らかにね。いや、まあ、あんまメタ読みするとドツボにはまる。まあ別にドツボにはまったとて、まあまた次回やるんでね、その時に明らかになるんですが、これね、わからんですあ、でもいや、もうわからん。てか登場人物今回少なすぎるな。もしかしたら言う通り全員出てるわけじゃないのかもね。これ何、これちょっとわかんないな。まあちょっとわかんないんですけど、わかんないんですけどだね。うん、まあそんな感じでしょうかまあそんな感じですかね。殿様はどうだ。いや、おもろかった。いや、おもろかったし、なんだろう、思ったよりちょっと後味が悲しかったかもな。なんだろう、この姫神さんも多分その5年前の事件で、まあ姫神さん視点だと胃袋さんが殺したように感じていて、恋に、うん、まあでも同じようにその事件を知ってるこのおばちゃんはね、事故だったっていうから本当に見方によって違うから分かんないんだけど、そう取った上でこの
5年間ずっとね脅して、まあ、復讐なのか何なのかちょっと分かんない、そう感情がね教えてくんなかったから分かんないんだけど、なんか悲しかったなっていう気持ちで、まあそれで、まあ、復讐心募って殿様の着ぐるみを着て罪をなすりつけて、いやーやってられっかってなるのも分かるんだけどね、いやーだな。あー結局監督がどこまで関与したのか気になるね。まあでも多分そんな関与はしてなくって、多分まあコテージに続いてその後出たらもう多分死んでてみたいな。でまあ実際襲われたのは確かじゃん、だからもう襲われてカクカクしかじかで、まあ隠すの手伝ってもらったんじゃない、うんっていう気がしますね。うん、そんな気がする。表紙の監督はそんなにキモそうじゃん。そう考えるとそうやね、元のやつを見ちゃうと、てかこれでも監督とはマジで思わんかった。私この特選特選特特隊なんていうんだっけ、戦隊ものん特撮だ、特撮が好きなオタクくんかと思ったこれが監督には見えんのよ応援してるかと思うやんこの感じ、やれーみたいないやこれはまあちょっとよくわかりませんが、まあとりあえず今回の今回、えでもやっ三剣さんがさ犯人、どういう話なんだろう、三剣さんが犯人なんかとりあえず殺したじゃん。でじゃもう一回オープニング見てえわ三剣さんが殺して、でそれで被告人になるわけじゃん、それを弁護すんの、あのまあ確定じゃないけどムービーだとやってたけどね、うんね、多分あもう一回見てみるのありだね、うんまあ多分、うん、依頼多分流れ的に次は三剣さんを守って、じゃもう一回見てみるか、もう一回だけ見てみていい、もう一回見てみようぜ、続きはやんないから。左側が三剣さんってことやんね、あ右か分からんけど15年ぶりだな、そうなりますね、君には想像もつかないだろう、この15年間私がどれだけ苦しんだか、15年間、なんか15年前に何かあったって言ってたっけ、三剣があなたが苦しんだ、そして今やっとチャンスが巡ってきた、そう君に復讐するチャンスがね。なんですって、メリークリスマス、右か、右が三剣さんか、ん？今持ってたてって、いや合ってるか、ん？合ってるか、ちょっとよくわからんわ。あだよね、左にもそうだよね、なんか持ってた時さこっちだったのに、はっの時今右手持ってたよね、だよね、うちもそれ思っただよね手違ったよねあはて、まあまあでもその後に全然やっちゃったっつって手を変える可能性はあるから、まあちょっとわかんないんだけど、まあでも多分、まあ、きっとこれで三剣さんが犯人っぽくなって弁護するんでしょ、それが熱いもん展開的に、おでそれが見てえよ、うん。で15年間がちょっとよくわかんないんだけど、え撃たれたのなるほどだったらどうするお前にはもう会わないと言った、そういうことでパーンだったらどうしようねちょっとわかんないけど、いやまあまあ次回楽しみですね、うんうんうん、いやはやいやはや
主人公いなくなる、そして立ち上がる迷いちゃんそしてまた、まあ、迷いちゃんおればええから、なるほどおろせばええでな、あの霊体を宿せばええから、噛めへん噛めへん、やればええからそれオーケーオーケー、迷いちゃんおればなんとかなるから。いや、そしてさよなら、いや、そういうこと、いや、あるで。いや、まあまあ、というわけで、まあ、ちょうど丸く収まったので、今日はこれぐらいで終わろうかなと思います。時間ちょうどいいしね。思ったよりあったわ。びっくりした。うん。なるほどね。まあ、多分だけど、いや、わからんかもね。うん。わかんないちょっとわかんないよ、めっちゃ真剣に考えたけどなんか、ま、死んだのはこっちのどっちかと思うんだけど、ま、多分犯人になって被告になる、でこの人が検事 でこの人死んだんかな、こうやって15年前この子いなくねって思っちゃうんだよね。15年前生きてそうなのどっちかなんだよ死してなお苦しめるこいつか、うん、もうちょっとわかんないですよ。わかんないのでいいです。まあ、また始めたらわかるということでね。次回もっと長いの？まあでも2回に分けりゃなんとかなるでしょ。みんながね、4話はこれぐらいかかるよって言ってくれたのが他にも届いてたから、ちょっとチラッと見てみて。まあまあ、それでやっていきたいと思います。最悪3回に分かれるかも。まあまあ、2、3回に分けつつまたやっていこうかなと思います。うん。あ、2回は辛い。あ、そんな長いんだ。あ、そんなに？ちょっと どれぐらいかかるか忘れたから、また見ておきます。うん。次も土日かな？どうだろう？わかんない。一回を3時間とかにしていいなら、別に平日でもいい気がしてるから、ちょっとどうしようかな、いつにしようかな。でも、一回のアーカイブが3時間はあって長いから、あんまりこうやって連日やると見てる人も辛いかなと思うので、ちょっとあんまりね、長編を今まで、配信4年やってきたあれなんですけど、あんまり長編を連載したことがなくて経験があまりなくて、ちょっと分かんないので、ちょっと手探りで進めていきたいと思います。ちょっといつかはまた分からないですまあでも例えばその土曜とかそういう時はやっていきたいなって思ってる。ちょっと遅くまでやっても大丈夫そうな日はうんといった感じです。アークはさ、あれもうなんか全部追わなくていい前提の気持ち、連載じゃなくて連載の気持ちじゃない。なんかもう仮に一回見なくても別にいいやん、あれ。なんかお話の連載が初めてじゃない。あんまないというか。そう。なんか、かなり遡ると思う。ので。そう。といった感じです。いやー。わからんな。なんかね、ちょっとわからんな。うん。なんかうちのうっすらとした記憶で、なんかこいつ見たことあるんだよな。なんか見たことあって、でも、なんだっけっていうのがすごくて、まあ、ちょネタバレ言わんでね、うちが、もしかしたら記憶の片隅にあるかもだけど、それが確定かどうかわかんなくていいから、ネタバレは伏せてほしいんだけど、なんか見たことあるんだよね。そう。あ、そう、私そもそもツイッターとか、あと最初の方とかで言ったんですけど、このゲーム、完全初見ではなくて、キッズの頃、超チビキッズの頃にお兄ちゃんと一緒にプレイしたことがあって、ただもう全然覚えてねえわっつってやってるっていう感じなんで、よろしくお願いします。そんな感じかな。うん。そう。まあもう古いゲームなんでね。うん。お兄ちゃん呼ぶ。お兄ちゃんめっちゃウキウキになると思うわ。懐かしすぎて多分。最後までってことは3まで、どこまでやったか覚えてないんだよね。わかんないな。まあ、あとなんなら毎回私がいたかもわかんない。お兄ちゃんがやってる時に。まあ、そんなレベル。うん。うん。まあ。クリアしたらあんちゃんと語ろうぜ。いや、懐かしいね。つって。私とお兄ちゃんの、なんかそんな雑談したことないから、どんな感じになるか不明で怖いわ。うん。
456もやってほしい。まるで123は全部やるみたいな。ちなみに3までやるとか現状何も決めてないです。とりあえず逆転3番123の1よみがえる逆転やってみようっていう気持ちでやってるだけなんで、まあ、よろしくお願いします。はい、まそんな感じかな。はい、というわけで今日はこれん、ちなみにこれ最終話、そしてさよならだけど最終話ってわけじゃないのか。まあいいや、とりあえず今日はこれにて終わろうと思います。また次回第4話逆転そしてさよならやっていこうと思います。配信は月曜、明日はお休みです。よろしくお願いします。おならばお疲れ様でした。あ、本来1の最終話でも最終話だ、あ、後から追加されたんだ。それスイッチでってこと？クソ長いおまけがある、何？あ、ちょっと またいろいろ考えておきます。どう終わるか、うんうん、はい、というわけでお疲れ様でした。エンディングね、これゲームだからエンディングがね綺麗にいくんですよ。刮目せよこのかっこよいエンディングくれ。あ、ダメだ、ちょエンディング、あ、全然 BGM 鳴ってるわ。あれあれ、あ、ちょっと待って、あ、消します。刮目せよじゃねえんだ。そうだ、ゲームだから綺麗にいかないんだ、逆だわ全然 BGM ダブったわなんやうん、100点よかった、まあまあ点数で。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。めちゃめちゃ楽しいいいゲーム、また次回もよろしくお願いします。おならばお疲れ、うん、セーブしたっけ、したな。お疲れ様でした、またね、バイバーイ、さよなら今日絶対かっこよくいけると思ったのにな。だからさ、そう、なんかエンディング行った瞬間にグダグダ喋るからあれって言われたから、刮目せよっつってかっこよく言ったのに行かなかった、悲しい見てろって思ったのにな、悲しいや。 BGM 止めてからやな、忘れちゃう。いや、なんか最近髪の毛を、ヘア、髪の毛じゃないわ、顔のちょうど見えない部分なんですけど、顔の側面部分をヘアアイロンで火傷していててなんですよねやだわ、もうしばらく使わないって決めた。うん、あ、そんなクッソでかい火傷とかじゃないんだけど、なんかプツ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 ってなってる。それで、いや、すぐ冷やしたからかなはい、というわけで今日はこれで終わりです。ナイス、というわけでお疲れ様でしたまたね、さようなら。あと残るで、いや、前残らんかってん、前それで、ちょっと雑談しちゃう、前それでね、なんかすごい大きく火傷の跡ができて、うわー、え、これ残るの顔にって思ったんだけど、ちょっとしたらペリペリペリって剥がれて跡ないなったので、今回もそれを期待しております。そうなーれ、前回よりちっちゃいしいけるやろ、言ってくれはい、というわけでお疲れ様でした、また次回お会いしましょう。ほな、またね、さよならさよならです、さよならよし、さよならさよなら、みんなさよなら、またね、おやすみなさい、バイバイ一緒終わったと思った、よしって言っちゃったほな、お疲れ様でした、またね、おやすみ。